前々から思ってたんですけど、この1個前のイオバラのロゴマークが出て、うん、イオシスとかって良気な音楽流れますけど、あの時のロゴのところは、はい、いずれ動くようにしようと思い続けて早数年ですね。もう数年経った。動いた方が良くないですか。まあ動いた方がね。あの時計、時計っぽいやつ、あれね、時計ですね。あのロード制約みたいなオープニングはどうにかなる。あれはどうにかなんないんじゃない。わかりました、うん、社長若くなった。そうよ、若返りです、うん、10歳若返る薬を飲みました。うん、幼女と醤油を飲み続けて早もう十何年ですから社長はね。幼女を飲むちょっとすごいさ、バン、俺がバンされそうなさ、社長のとこだけで、うん、俺がなんかニコニコの不思議なビーズによってね消されちゃうようなことを言わないで、怖い怖い。仕方ない、それはもうあっても仕方ないよね、うん、若返ってんだもん。ちなみにその10歳若返る薬がこちらで、こちらにもあります。こちらわ、すごい。あ、みんな違う。メーカー密だな。みんな違うし。どういうことこれ？スポンサーウェルカムってこと？いや、スポンサーどちら様からいただけるか分かりませんから。早いもん勝ちですよ。早いもん勝ち。早いもん勝ち。これでも、万が一、どっか一社決まるじゃないですか。はい。まあ、これ3社ありますけど。はい。どっか一社決まった場合に関しての、プッシュが異常だと思うんですよ。いや、そうだよ。だから、まず、これ例えばね、朝日さんに決まったとしたら、はいはいはい、もうこれ背景全部朝日って書いてあって、で博士の T シャツが朝日って書いてあって、あとおでこに朝日って書いてあって、あとあの何でしょう、こうちなみに動画が始まって必ずスーパードライ大ってからの、そう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 、あと CM に入るときに必ずスーパードライ大ってからヨシショップからのお知らせって入る、必ず入るね、入る入る、それは入るよね。ジングルにちょいちょいスーパードライの音を宇野くんがサンプリングした曲が流れるからさ、流れるね。今チャンス、それはあり得る。今チャンスですよ。メーカーで言うの方、今そこ映ってるから、あ、これね、あ、これ映ってます、あ、これ並べてく、これちょっとね、さっきまでね ICC にいて飯食ってないんで、なるほど、そう ICC の、ね、新しい ICC のオープニングパーティーに行ってきたの。なるほど。でもビールはちょっと飲んできたんですけど、うん、食べ物を食べる時間というか、まあそんな暇なくていろんな人とお話をしていたから、よかったよかった、てっきりね、 ICC の方ケチってなんか食べ物出せた、いや食べ物は出てたけど、でもね、人参がすごい残ってた。本当、うん、でもあそこって結構さ、意外に人参とかお金かけそうじゃん、その農産の人参とかさ。そういうことはない。え、なので全然ご飯食べてないんですよ。なるほどなるほど。だからちょっとすいませんね、いただきます。俺も今ちょうどあのなんだろう、ラブライブのレベル上げしたとこだったらちょっと、あ、ラブライブだったの、もうちょっと、あ、もうちょっとしたらちょっとじゃあやめますんで。え、ラブライブの何それ、ソシャゲあるの。あるんですよ、これ。ブシモがやってるんですよ。はあ、いいね。いずれここで、すごいね、いずれブシモと仕事したいから、あんまり中途半端な絡み方できない。乾杯、乾杯、乾杯、飲まずに。仕方ないですよ、もうサッカー負けちゃったし、もういいことないよ。最近おじいちゃんだから、そばがね喉に詰まるんだよね。マジで、うん、俺結構前から詰まってるけど、あの、話結構前から詰まってる、ね、仕方ない、そばはね、どこに詰まるから、ここで打ち明けられる前に詰まってる、ね、意外に辛いね。そば、俺言っててびっくりした、そば詰まるんですよ。そばって詰まらないと思うでしょ。え、詰まらない、詰まる、詰まる、詰まるんですよ、そば。え、詰まる詰まる。俺わさびとか好きだから、わさびガンガン入れるとさらに詰まるね。わさび、わさびが詰まる。なんかわさびさんと、まあ、そばさんがユニット組むわけですよ。はい、これはザルそばっていうユニットなんですけど、そうだね、それあのザルそば with なんだろう、あのネギみたいなそういうユニット組むんですよ。そいつがお腹に入るとき、若い頃ってのはバンバンね、はい、バンバンこう過激なライブをやられても全然気になるんですけど、うん、最近はコホって、あのラジオに食べてコホって、コホってならない、それさ、うん、カビかなんか混じってんだよ。カビ、カビ、どういうこと。それザルの裏にカビ生えてませんか。それはネットの話題になったら、ネットの話題になったら、ね、あのなんだろう、ザル置かなくなったから、ザルそばじゃなくなった、ただのそばじゃねって言わさる。キューベースがね、録音できない。あ、なるほど、ちょっとじゃあお待ちください皆さん。あ、始まってた、もうハードモード、うん、もうね、キューベースのね問題を解決するより先に俺は餃子をね食べたいですね。俺もうちょっとしたら体力なくなるから大丈夫。大丈夫じゃない。それは全然大丈夫じゃない。音なしなしで、音ゲー音なしでやるときのこれつまなすって分かる、みんな。これ何のためこれ押しゲーやってるかね、分からなくなっちゃうんですね。え、音ゲー音なしで、あ、それやってるの。音ゲーだったの。あ、ラブライブは音ゲーなの。音ゲーです。音ゲーなの。音ゲーです。新しい音ゲーです。本当に、本当、音ゲー
でもなんかね、音ゲーを詳しい人に言わせるともうちょっとなんかこのふわりっていうんですかね、ふわりふわりっていうかこう曲のこう、まあ、いわゆるリズムゲーなんですよ。音が出てきて押すんですけど、音ゲーならやるわ、うん、だからなんかこの拍の取り方とかがまた微妙らしくて、音ゲーマーからするとなんか気持ち悪いっていう。なんだっけ、なんていうんだっけそれ、楽譜じゃなくて、まあ譜面です。譜面か、譜面。なんか要はだからこうメンバーを育てながら音をそのラブライブの曲に合わせてこう叩くんですけど、すごいのはラブライブで今までこう CD で発売されたやつが曲になってるから。あ、そうなんだ、いいね。意外にだから曲を覚えちゃうっていう。それはいいね。キャラソンとかですよね、まあ、要するにキャラソンとか、うん、よく仕組まれたこうユニットですよ、このやらしいユニットですよ。ナムコプロと違ってもうリアルにもう多分僕のお財布を狙ってる感じがしてならないですもんね、これね。全部持ってかれそうな気がします、ラブライブ。でもモバマスとかもね、ああそうです、お財布持ってかれる感じはね。だモバマスの場合はさ、可愛いでいけんじゃん、うん、なんかラブライブ歌とか歌っちゃってるのがこうゲームになってるから押したなきゃいけないみたいな気になっちゃう、うん。ね、ナムコプロの場合はまださこうそれってソシャゲでしょってごまかせるんだけど、こうラブライブの場合はこう音ゲーでアイドルって誰推しなの？俺聞いちゃう？お生徒会長をしてます、金髪の子。生徒会長はねいいんですよね。ああほらまた録音できねえな。クリス、クリスティーナ、できた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 、クリスティーナが今やっと僕の中ではクリスティーナ、あの情報公開になりました。情報公開あのね、これある一定の信頼度が勝るとこうストーリーが見れるようになるんですよ実は。え、何、あの豆腐屋さんで豆腐を盗んで食べた思い出とか。そうそうそう、私豆腐盗むの好きなのっつって、これだ乗ったものの乗ったもの、嘘ですよ嘘ですよ、念のため言いますけど、うん、嘘ですね。これイタリアのトレントから参りましたクリスティーナ、すごいな。原作にいるの？いない、あのモバマスと一緒で、あの主要のメンバー以外も入ってくるんだけど、それは新入生って形になってて情報が足りないんじゃない。あー、じゃあゲームでオリジナルで入ってくるキャラなんだ。で声が当たってない、他のメインのキャラクターはフルボイスなんだけど、うん、新入生は声が当たってない。キノコを栽培する人とかいるの？いるいる、これあのなんかこうね、キノコ、キノコ栽培する人ってさ、ブラジル人のなんかこうトムからもらったこのキノコを育てて、これをね粉末にして売るとすごいお金持ちになるっておばあちゃんが言ってたの。なんでおばあちゃんを連れて行くの？税関の人やめてやめ、こら！長かったですね。博士あれでしょう、モバマスのキノコ育てる子知らないでしょう。知らないよ、ね、知らない知らない知らない。俺キノコ育てるってマリオぐらいしか知らないよ。うんうん、うん、育てる？うんうん。あそうか、あいつ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 、食ってるだけですあいつはね。そうか、ヒゲのおじさんはそれ、やじラジオやる気のなさね。やる今日雑すぎる、やる今日じゃねえよやれよこれどうしようかな、俺食うの遅いからね、時間かかるよ。わかるわかるわかる、うん、始めるもん。じゃあとりあえずやっててもらう。でもお便りないよ、だってこれ読めないように。ラブライブ忙しい、ここにあるよ。だからラブライブで忙しいって、ラブライブの原稿で出てないじゃん。じゃあウサミンはいますか？じゃあパワープレイを雑最悪ですよ。雑パワープレイ、あ、いないいないんだ。てかまあ最悪やらなくてもいいよってコメントがありますけど、温かい言葉力強い、ね、ああすごいね、それいいね、それいい。いや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 2週にわたってなんか博士が今日いるから今日にしようってさ、そうそうしたんじゃん。スケジュールずらした、金曜じゃなくて木曜にしようってずらしたんですよね。でもそうか、これさ YouTube にさ、これ後で録画このまま上がるじゃん。上がりますね。ラジオもそれアップすればいいんじゃね。ダメなの？そういうわけにはいかない。え、どういうこと、どういうこと。え、ラジオもその音を上げれば、あ、もうだから編集とかなしでこのぐだぐだ喋ってるのが、うん、そのまあ編集というか、うん、分かりませんけども、うんうんうん、その放送になると、もうすでにこれが第403回、まあ、3回だ4回となってると、うん。でなんか T シャツ宣伝してくれって言われたから、やっぱり T シャツは宣伝したいとね、一応。ああ、じゃあしましょうか。まずしましょうか。はい、じゃあこれします。
これ何 T シャツですか。これねチルノティだって妖精ギター妖精ギター妖精ですねあのギター妖精 T シャツの箱にギター妖精って書いてあった。ギター妖精の T シャツ、ギタギタ妖精、ギター妖精現るギタギタ、ね、ギタギタフェアリー。これがね L サイズなんでね、 L これが L、 そうこれが L だからこのサイズでハマる人は L で、ね、いけるぞって話。L サイズがかなりでかいんですよ。これでかいというかワンサイズずつ、これあれだよね、普通の日本のシャツよりもでかいよね。アメリカサイズなんだよね。そうアメリカンサイズだから、普段だから XL を着ている人はもしかしたら L でちょうどいいかもしれないし、普段 XXL を着ている人は XL でちょうどいいかもしれない。そうまあ、こっから難しいのは、その今僕着てるのは L サイズで、最近実は僕 L サイズを着るようにしたんですよ。実はなぜかっていうと、1年ぐらい前かな、まあ、アクマチームからその、まあ、L サイズ XL も余裕あると思うけど L サイズでも別に入ると思いますよって言われてから、はい、L サイズを着るようになったところ、あ入ることに気づいて、あ入るじゃんみたいな。確かに XL はまあ、なんていうかな、大きくて着やすいんですけど、なんか何でしょう、普通よりも太って見えるんですよ。僕が例えば80キロとしましょう、仮に80キロとしましょう、85キロに見えるわけですよなんとなく。だけどなんかね L でも意外にいけるってことが分かったんですよね、うん、なのでこの T シャツに関して言えば、まあていうか、まあ僕らが作ってるこのブランドの T シャツに関して言うと、多少無理してもいけるかなって気はします。普段その日本製だと XL 着てる方も、あとユニクロのね L 着れる人は確実にいけます。ユニクロの XL をユニクロの L に着た時に入る方は多分いけます、うん、これはね確認済みです。僕が実証で確認済みです。ただユニクロの L がきつい、ユニクロの L を着た場合に関しては、北斗の拳が燃える一歩手前です、うわーっていう時の近いですって場合に関してはXL をおすすめしますけど、なんかねこれがどうやらあれなんだって、噂によると、来週、今週金曜日、明日から、そう来週の木曜日ぐらい、1週間ぐらいしかなんか受付キャンペーンしないんだって、噂によると9日まで、あ9までなんですって。サッカーでもちょっと言いましたけど、受注生産、受注生産キャンペーン、ごめん嘘ついた、6日まで、6日まで、明日から、明日から、うん、明日からだって、明日の多分夜とかかな、9時からとかかな、まあ今までのパターンでいけば、まあ、まあ受注生産だから、まあ多少ね、うん、ずれてもいいんですけど、明日の夜ぐらいから1週間ぐらいかけてその受注生産キャンペーンをやるんですけど、 L サイズはあるんですけど L 以外のサイズに関しては基本受注生産に近い形になると。ああそっか、なのでこの機会でぜひ分かってほしいのは、このチルノ映ってるんですけど、このチルノのサイズは変わりません。どの T シャツのサイズでもこのチルノは変わりません。あだから T シャツ自体は大きくなるけど、この印刷面は大きさ変わらないから、そうです、サイズがでかくなると相対的にチルノが小さく見える。はい、あとでっかいサイズの人は T シャツ代が高いです。印刷代は一緒なんですけど、ね、T シャツは高いです。その分値上げをします。それはね黒さんとの激闘の中でそうなりましたので、うん、値段が上がります。ちょっと正式の値段は明日だと思うんですけど、はい、あ L より下あります。 M と S もあるんだっけ。ほんとね M あります。 XS はないんでね、多分ね XS ないです。ないね。 L の上は XL と XXL まであるの。 XL、XXL、XXXL あります。 あそこまで行く、 XXL まで行くんだ。行った、行った。なるほど、価格がねもしかしたら上がると思うんですよ。これちょっと高いんですよ。お値段たったの198,000円。高いわ高いわ。なの自分のために自社作るわ。なぜ高いかっていうと、これ見たら分かると思うんですけど、これもカラーなんですよね。フルカラー分かります。これ今までは2色とかだったんですけど、今回フルカラーなんですよ。ここがその分が、あカメラ、あ見えます、ね、5カメにしますか。5カメと1、2、3、4、5、どれどれ、あれ真ん中、真ん中、はい、5カメでいけます。あれ、はい、あ4カメ、4カメ、5カメ、4カメです。1、2、3、4、真ん中のモニターいけるかな。あその手があれあれあれです。2カメって書いてますか。4カメです。2、3、4、5、5カメです。これです。
うん、これこれこれ。これです、これです。はい。あ、もうちょっと、もうちょっと見せよう。あ、後ろ、うん、後ろがどうのか。後ろはもう普通そのままです。うん。黄色です。カレー色、カレー色。カレー色。だからこれ、これの大きさが変わらないんですよ。あの、だから S サイズとかだと、相対的にチルノがでかく見えますが、大きさは変わらない。そうです。そう、博士の腹がね、そう気になるんですよ。腹がね、あの、ちょっとね、約束しますけど、あの、分かったことをまた、あのオープニングで言おうと思うんですけど、分かったことが一個ありまして、あ、オープニングで、あの、まあ、言いますけど、あえてね、うん、あのね、すごいいろいろ勉強になりました。それは後でオープニングで言います。このむくんだお腹の原因はあのそのオープニングで言いましょう。でもなんかね、まあ、整理するとですよ、まあ、今回も、例大祭で結構ね、さっきのサッカーでも言われたんですけど、黒さんに大きいサイズ作ってよって言ったら、うん、痩せろって言われたっていうあの、ね、痩せろって言われたリスナーさんがいるんですけど、これは正直いろいろありました。こちら側の事情も、うん、散々くどいて、いやいやとは言ってもみたいな、あの陳情が、こんな嘆願書がいっぱいありますと、黒田さんと住民投票が、そう、黒田さんのすごい、あのね、もともとさっき言ったチルノのバランス、 T シャツに対するチルノのバランスもあって、デザイン変わるから嫌だよって話と、半変えたらって聞いたんですけど、半がもう A3 で限界だと、これ以上チルノは大きくできねえと、だから本当はちょっと作りたくないんだって言われたんですけど、まあ、そこをいわゆる博士派ですよね、大きいサイズの方たち、博士派って呼んでるんですけど、博士派の人たちが欲しいと言ってるっていう話を、もうお願いしますと、なんとかお願い。あ、これちなみにあの S サイズですね。これ S? 確か S です。黒さんのやつだから S なんで。あのね、俺 S サイズ着てます。あの例大祭でも俺が着てたのが S サイズで、そうそう、結構ぴったりです。そうそうそう、俺が L だ。普通の XL 着れる人は L だと、なんだろう、ぴったりくる感じになります。ブカブカが欲しければやっぱ XL の方がいいと思いますけど、あのね、普段の T シャツで例えば S とか M、 S か M か、 M か、普段の T シャツ M の人は S でも入ると思う、多分。ただやっぱり体型がラインが出るの嫌だなって人はちょっと大きめの方がいいかもしれないけど、でも L でも結構でかいと思いますけどね、アメリカのサイズなんで。いや、あとね、 S とか M だとやっぱりチルノが大きくてね、なんかね、お得感あるんだよね。わかる、それはわかる、うん、この T シャツがだからチルノを真ん中に置かず端っこに置いててもそういうのがあると思うんですよね、見え方としては。じゃあもうそろそろいいですか、食べ終わりました、一体食べました、もうちょっと。それ美味しいよね、昨日食べたんだけど。だから俺普段ユニクロとかの T シャツだったら M とか着るんですけど、はい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 、はい、S でいいからみたいな。そうですね、だから、まあ、その辺とかも本当にあの着た好みもあると思うんですよね。ピッチリ出るの嫌な人はやっぱりちょっと1サイズ、あとね、あの女の子があえて XL とかを着てワンピース風に着こなす的なだからスカートとかズボンとかパンツとか履かずに、パンツっていうとちょっと語弊があるけれども、スカートとか履かずに T シャツ1枚で、あの前さ、うん、イオシショップで売ってたさ、いや今でも売ってるかもしれない、ヒカルさんがモデルになってる T シャツの画像あるじゃん、 あ、はいはいはい、あれヒカルさんさ、ね、T シャツのみ着てるっぽく見えるやつがあるんだよね。ああいうかき、あの着方、着こなし方は、うん、あのありだと思います。 T シャツ1枚で、っていうかもうだから、もうあえて言うならですよ、うん、今のチポ法に、うん、自動ポロの法に対するためにも、うん、皆さんが大きいサイズの T シャツをいっぱい買ってですよ、うん、幼女にプレゼントするとそれは何、幼稚園単位へプレゼントするとそれはさ、あこれね、これをこれみんな幼稚園児着てんの、だから幼稚園児の、幼稚園児が XL サイズを着てるわけですよL でいいんじゃないかな、いや XL がいいと思います。 XL かな、ちょっとこれが L なんですけど、 XL で、うん、これそっか、どっちかというとちょっと大きいねっていう方がいいと思うんですよ、うん、ああだからあさあのわかめちゃんみたくパンツが見えそうっていうのは僕全然ダメで、うん、膝小僧まで隠れてるっていうのはやっぱいいわけですよ、僕的には。なので XL を、まあ、まとめてね、あの皆さんのこうなんだろう、足長おじさん的にはこの番組で足長おじさん的にはロットをね20ぐらいの単位で買っていただいて、まあ、その前に関してはあれですよ、若干おまけがありますよ、確かにだって一人で個人のお客さんにも関わらず一人で XL の T シャツを20着とか30着買ったらちょっと考えるじゃん俺らも。
これ業者かなって思うじゃん。あの業者かなっていうか大丈夫かなって思いますよ。だって送り先幼稚園だったらもうびっくりするじゃん。あれ、まあね、これであのタイガーマスクからって書いてあるんですよ。そうですよ。なんてスモック、いやいいですね、スモックいいですね。そうだね、スモックっぽくなる、ね、スモックいいですね。で流行らせてもらうのも構いませんけども、これイラストが可愛いからさ、やっぱりすごく、うん、これね、いや本当に今回コラボしてよかったなってやっぱ思いますよ。やっぱね、ジャケット大事だなって思いますね。フラッグになりますからね、いろんな CD ありますけども、うんうん、やっぱり CD のジャケットってのはフラッグになるし、今回の、ね、パンクイトーホーね、みんなでパン、みんなでパン、パンクイトーホー、パンクイトーホーって言われたから、あえてパンクイトーホーって言いますけど、パンク、トーホーパンクはね、やっぱりジャケットがね、やっぱイメージにちょっとこう、スポンと入ってくれて、うん、お客さんに向けがいいと思いますので、うん、あのまだ聞いてない方は、ぜひともまずはクロスフェード聞いてもらって、ゲットできる方は同人ショップあるいは即売会なんかでゲットしてもらいたいなと思いますけどもね。あとさ、これはこれですごいいいんだけどさ、ジャケット CD の顔といえばさ、うん、東方のウォーフェアブラックとかのイラストさ、はいはいはい、すごいかっこよくてさ、あれね、うん、すごい気に入ってるんですけど、はいはいはい、これの T シャツとかもさ、こういう風に全面印刷でやるとさ、すごいかっこいいのできるなと思って、結構さ、今回も端っこまで印刷してんじゃん、このチルノティの、これいいよね、やっぱね。だから端っこまでこうやるとかさ、全面に印刷するとかするとすごいいいじゃん。ちょっと高くなるんだけど、ちょっとじゃねえな、結構高くなるんですけど。そうですね、フルカラーは高いです。だからフルカラーでと、あと広いやつ、印刷面、イオシスショップで T シャツ買った人は分かると思います、うん、今まで2400円がベースだったのが今回3000円なんです、これ、うん、で3000円プラスで、大きいサイズの方はさらに高いんですけど、なんでかっていうと、そういうチャレンジもしてるんです、実は。フルカラーだったりとか盤面ギリギリだったりとかしてます。あとさらに目ざとい人は分かると思うんですけど、僕があのボルサンティの色違いいっぱい着てるんですよ。あれはさ、すごい気になるんですよ、はい、毎回。あれは、あのね、毎日違う色着てるの。博士が。ですね。さっきの見せたらいいじゃない。ね、さっきスポヌルポで着てたやつね。博士と例大祭とか、あと、その前のヌルポのさ、記念、400回記念イベントとかでもさ、違う色着てた。そう、これ今日初めて見た。また新しい色だ。何枚持ってんのこれ？これね、10枚持ってるんですよ。10枚?10 色あります、今。で、何かっていうと、いや、一つは、まあ、ご覧になった方分かると思うんですけど、フロントウィングさんの生放送とか、グリザイアの果実とか、迷宮とかの放送とかに何着ようかと思って、うん、意外に、ボロサンティがハマるってこと分かったんですよ、うん。でも、なんか同じ色ずっと着てるとさ、なんかあいつあれしか T シャツねえんだって思われるの嫌で。どうしようかなと思って。あ、そっか、洗ってないんだな。そういうことに。あいつ帰ってねえのかと、うん、家に帰らせてくれねえんだと、うん、ドアのひでえなって話になって嫌だなって。一応色を、あ、それで色変えてんの、ね、10色変えて、で試してみて、実はあれだ、うん、ちょっと試しなんですよ。試してみてハマる色を探したいな。やっぱ黒は一番ハマるんでね。どの色が一番ハト集まってくるかな。そうおいでーっバシャバシャバシャ、やっぱりポップコーン色だねって。こら長いボケツッコミだわ。今ね、やばい、ハマったのは赤がやっぱハマってて、赤はいいな。赤いちょっと欲しいもん、赤は。でしょ、うん、赤はあって、あのね、あの半を実はこれイオシスで作った、あ、この T シャツか、イオシスで作った会社じゃない会社で作ってもらったんです、実は。あ、そうなの。 T シャツ一緒なんですけど、てか多分その会社はトムスン出してます。いや、うるさい。出してるんですけど、ハンをそこ作ってもらったんで。ちょっと待って、はい、トムスってみんな知らないから。あ、そうか、知らないか、分かんないから、知らないか。まあ、いつも T シャツ出してるところがあるんですけど、そこを T シャツを作ってくれる業者さんね。そうです。で、いろんなこう色を今試してるので、そう、俺が黄色を着るとバーモンドカレーになるので、今回黄色のボロさんはないんですけど、ピンクイボロさんとか、あとオレンジボロさんとか、いろんなボロさん今用意してますので。紫ってもあるの？紫も作った。紫とか青とかあるので、まあおいおい生放送で僕見るときに、紫は悪魔の色ですね。一緒に出るとさ、すごいいいんじゃない。で、コアちゃんもいるから、その辺のバランスもあるんでね、実は。あ、コアちゃんの時はピンク。そう、コアちゃんとだから悪魔いるときは色気をつけないと、また木の実たくいたずらきされちゃうんで。昨日、まあ、悪魔界で T シャツに対して、コアッちゃんがコアックマってコって書いてましたよね。コアックマティーになってます。大変ですよね、あれ。油性ペンですからね、あれ。適当に食っちゃってない。大変です。だから、はい。あ、グリザイアの果実プレイしながら見てる人がいますよ。はい、おお、そう、グリザイアの果実って実はフロントウィングさんで、そう。
これ実はフロントウィングさんとイオシスって実はいろいろ付き合いがあって、うん、あの今まで一緒にお仕事はないんですけど、部活的なね、もう高校の時からの付き合いですよ。高校の時の先輩が15年前からそう、高校の時のこの2人の先輩が要はフロントウィングの代表の山川さんなんでね。だからいろいろこうなんだろう、絡みがないわけではなくて、でも一緒の仕事はなかったんですけど、まあいろいろひょんなことからじゃあちょっとやってみようかみたいな話で、最近ちょっとフロントウィングさんに僕がこう足しげく通ってですね、フロントウィングチャンネルとかに、グリザヤチャンネルだ、グリザヤチャンネルとかに普通に出るっていう。でも俺が出るときは必ず音声エラーが起きて、デバイスが読み込まなくなるとか、リハーサルは出てたんだけど本番でなぜかマイクが使えなくなるとか、うん、何回かトラブルがあったんですけど、まあまあまあそういう原因もあって僕らね、うん、別にね静電気体質ではないよね。そうないし、だってリハ出てくから音そもそもでもまあだからそういった意味ではそのフロントウィングとはいつかコラボする、いつかコラボするっていうね、やっとねコラボできるような感じの距離になったのかな。博士が主役のねゲームがね、ですよね、本当にグリザイアのグリザイアの果実とかやった方いいですよ、めっちゃ怖いから。すごいすごい面白そうで気になるんだけど、いやあれでマジマジやばい、ジェットコースター系。え、結構怖いの？いやホラー要素がある。いやホラーって悲しい、楽しい要素と悲しい要素がいっぱい入ってて、あすごいのはだって公式生放送でやってたんだけど、うんうん、なんかエロシーンなんてみんなわーって盛り上がってたんですね。でああすげえ盛り上がる。エロシーン生放送でやれるの？やれた、18で。R18 とあと一般用ってチャンネル分けて同じにやったんで、同時にやったんで。今できるの？できるできるできる。だって俺らやったじゃん。ほら。あれの時。あっちでやった。あ、できるんだ。そう、やったんだけど、みんなエロシーンでめっちゃ盛り上がって。いや、それは盛り上がるね。僕と実況の人、男性と、あと女性のパーソナリティもいてて、4人、うん、4人女性、2人女性で男性2人で盛り上がったんだけど、うえーってよかったねーっつって超エロいわーって言った後からの回想の悲しいシーンがガーンって入って、うん、もうシーンちょっと前までみんなでエロシーンでわーわーって盛り上がったところの5分後ぐらいシーンとしちゃって、あ、え、これどうなの、これどうなので最初に生き残ったやつが1名っていう振りがあるわけ、あの悲しい事故で部活で残ったら1名だって言うんだけど、はいはいはい、回想だから全員生きてるのね。あーすっげえ楽しいわけ。あでも俺がクリックを押すたびに死んでいくわけ人が、うんうんうん、で博士押すなよって言われて、クリック博士が押すから死ぬんだろうとか言われて、うん、俺が泣きながらクリックを押すとまた死んでいくわけ、また死んでいくわけですよ。でなんかもうお通夜みたくなって場面が、うん、でもこうハッピーエンドになって女の実況生主さんとかは泣くわけです、感動で、あまりの感動で、うんうん、え、実況生主さん、そうだ4人いてて、うん、俺以外はもうレベル100を超える生主さんばかりですよ。マツコデラックスさんね。そうマツコデラックスさんでなんだろうよって言ってそんなこと言うか、マツコデラックス。え、何、え、生主さんを何人かお呼びして、あ、そうだから俺も生主さんとして呼ばれたんですよ実は。あ、レベル31のレベル31の料理生主として呼ばれたんですけど、料理生主違くね、これの3人はゲーム生主だけど、スポーツ中継系生主じゃない。あのほらチャンネルじゃん、うん、個人でやってるコミュニティは料理が一番数字持ってるので、あ、そうなんだ、料理生主として呼ばれてとか、今呼んでもらってっていうか、うん、やったんですけど、グリアイザーの果実だしね。そうそう、果実だからっつって、この料理これね、この果実食べ物なんですよっつって、売れてるのが一番ね、こう腐ってて、もう耳食べたら美味しくてっつって、だからそういう話じゃない、料理系果実生主とあれですよ、天然系迷宮生主と、もう一個なんだっけ、3本あるよね。3本ある、迷宮 とグリザイアの楽園です。楽園だ。ハッピー系楽園生主と。いやでも本当にね、生主の方たち、本当にいい方たちばかりで、あれ、ドグマさんとかに至ってはですよ、ヨシスさんってあれだよねつって、男性の方ね、うん、ヨシスさんってタモリクラブっぽいやつだったよねつって、あれもう呼ばれ、あー、そっち見てたかーと思って。すっごい面白かったのは、それを見て生ニコ生始めようと思ったらしくて、へえ、え、何、知ってる知ってるっつって、いや、なんか拓也クラブをそうそう、拓也クラブを見ていらっしゃったみたいですね。俺もニコ生やろうって思ったんだ。うん、その人はすごい、え、拓也クラブはニコ生じゃないよまあニコニコに上がったと思うんですけど、なんかね言ってて、へ、だからちょっと紹介してくださいよ。ああ、もう超有名人ですよ。
なんか多分俺が行った時に誰それって言われちゃって辛いから、ちょっとあのこっそりね確認してから覚えてらっしゃいますかって文を書いてからだと確認できないですけど、でもすごいいい人で、いや良かったですよ。なるほど、うん、じゃあもう大体あれですね、先に前枠のうちにですね、はい、明日の商品追加の話をしたいと思っているんですけど、ヨシショップ皆さんご利用かどうか分かりませんが、はい、明日の商品新商品というメールが黒さんから来ております。パンクイチルの T シャツ L、これね、これ、ね、これ L は在庫あります、在庫ありますので、即発送可能3150円、はい、SMXL3150 円受注生産6月6日いっぱいまで、締め切りから 2週間後ぐらいにお届け、なので6月下旬ですね。作ります締め切ってから作ります、はい、それから大きいサイズ、 さらに大きいサイズ XXL XXXL 4000円、はい、こちらも6月6日23時59分までの受注生産、締め切りから2週間後ぐらいにお届け、布が大きいため値段アップ、まあ仕方ないですね、この論理で言うと。まあいいや、ですねまあ分かる、言いたいこと分かる、はい、ハッピーアイスクリームコントロールヨシカ T シャツ、 あれ出すんだ、あれあります、あ出すんだ、あれありますが受注生産です、あの例大祭でも売り切れましたからね。あそっかそっか、 SMLXLXXL2940 円です。あれも出すんですね、はい、でサイズがですね先ほどの、チルのギター用性 T シャツと一緒ですので、はい、ワンサイズ小さめのを選んだ方がいいかもということで、その辺をお申し出ございます。まあまあその辺はあの多分なんか予約するっていうか注文するときのページになんか多分サイズ書いてると思いますんで、ね、と思います。あの心配な方とかはあのどっちかなって迷ってる方とかは一応測った方が綺麗だと思います。この T シャツはねすごくいいので 3,4,000 出しても使えると思います、うん、あれは可愛かった、いやだからいいと思いますよ、はい、あいいや後で、はい、そしてハッピーアイスクリームさんのコントロールラバーというアルバムでございますね、ハピスク1年ぶりのフルアルバム、ボイドさんとか南さんに参加してもらいました。モノロゼカバーやイオシスで歌わせてもらった曲のリメイクとかあります、1365円。それから豚乙女さんからの委託、獣道すごい、いつも思うけどさ豚乙女さんのあそこはあのさなんか芸術性あの DWAT に近いよね、獣感がたまんないよね、あそこね、うん、あの DWAT をさらにとんがらしたらあんな感じになる感じがする。1260円、 DWAT も悪いですからね、ボーカルアレンジ、はい、獣キャラオンリーのボーカルアレンジ、こういう切り口あるんだね全然聞いたこと、俺は初めて聞きましたけどそれから、ヌッキー犬ヤシスさんのピールピールピール1000円、イオシスで PV を作ったりドラム叩いたりジャケ書いたりする人の画集、ざっくりした説明ですね。まあでもヌッキーってね合ってます。ヌッキー例大祭リリースだけどオリジナルイオシストラックスのあれも収録されてます、1000円。この間なんか個展みたいなのやってましたね。でもヌッキーはあれですよ、意外に動きもアームさんにできましたからあのまま行くんでしょうねきっとね。動き兄弟みたいなんだよね、なんかあの2人ね、この前ね来てくれた時にこっち来てくれた時にあのアームさんって挙動不審じゃないですかぶっちゃけ、あ宇宙人ですか、ね、余裕があってエネルギーがある時すごい挙動不審じゃないですか余裕がなくてエネルギーがない時は全くもう全然あのもうトイレに行って帰ってくるだけとかタバコ吸うだけとかって感じになりますけど余裕のある時って無駄な動きすごいするじゃないですか。そうだ、ね、あれと同じことをヌッキーがします。ヌッキーも同じ電波だと思います。でもヌッキーの電波は本物だと思いますアームさんよりももうちょっとねあの危ないと思います。あのあれですメイドやめますか人間やめますかの PV を作ってくれたのが、うん、そうですヌッキーです、ヌッキーリゾさんで、うん、ヌッキーで、あともう一個ありましたよね、ありましたよ、白麗デイリーですね、白麗デイリーそうです、白麗デイリーのあの狂気の PV を作ってくれたのもヌッキーですねキリゾさんです。あの白麗デイリーにだってはあの社長があの公開するかとか悩んだんで同じ、ね、公開するか迷ったから一晩迷ったいやいいじゃんって思ったけどねあれはね、であれはね、でもねあれなんですよ、でも悩んだじゃないですか、ピクピク先生のブログ見ました、最近の見てない見てない、食事続けましたからね、えどこで、例大祭の帰り畑で、あ例大祭の帰り車に、ああのブログ上がってますから見てください、すっごい面白いですよ、自保法で逮捕、いやなんかあでも BL まあいいやいやでも本当ね、なんかね、あの飲み会の後に先生飲んでなかったんですよ、一切飲んでなかったんですけど、車に乗り込もうとしたら警官二人に止められて、
怪しいですよねって言われて、まあ、職質されて、はい、車の中見せてくださいって言われて、うん、このねこう車の半だから運転席の横にあるこのビニールなんですかって言ったら、うん、あこれあの休憩中に寝るこういうやつですっていう話になってほうみたいな。でもこの車の後ろに段ボールついて怪しいですねっつって、なんすかっつって、あの例大祭があって本をつって漫画家なんすかっつって、いや漫画家ですっつって、名前はっつってビクビクンですビク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 さんっつって、いやあのビクビクンですっつって、本名言いなさいよでちょっと中見してっつって、中見してて開けたら17歳と埋まってくれて大量の17歳と馬が出てきて17歳と馬っていうタイトルのエロ同人誌なんだけど、登場人物は全て18歳以上ですって書いてある。かつ馬は出てきませんからね。あ出てこない。そうかそうか、そういえばそうだ。すげえのは出てこなくて、いろいろ職質されたんですけど、何にも悪いことなくて。え、悪いことなんかないの？ないの？ないのか。あ、ないの？あ、ちょっと触られて興奮しちゃってましたけど、先生が。あの何触られて。いろいろこうね、こう、身もあの服とか。男性警官でしょ、うん、男性警官は。これ女性警官だったらもうひどい話ですよ。女性警官だったら全然話しませんけど、屈強な男性警官に触られて若干ちょっと、ね、気合が入ったらしいですけど、そのまま帰ったそうですね何にもなかったかのように、まあね、別に悪いことしてない、まあ、何も悪いことしてない、びっくりですよね。うん、詳しいことは先生の、あ、そうだ、あのサインいっぱい書いた生理用品が出てきたんですよ。あの袋に満載の、そうだよね、生理用品にサイン書いて香水入れたやつがいっぱい入ってて、イベント特典のやつね。そう、なんですかこれっつって、何も悪いことしてない。そうそう、これはあげるんですよ。確かに法律には引っかかってないけれどもこれどうすんだっつって、いや開けて匂い嗅いでっていう話をしてね、捕まってもおかしくなかったねそれね。そうでもすごいねそれで、ね、でも捕まらないよね。何の罪か分かんないよね、うん、そうだよね、別に怪しいってだけですから。そうか、そうだ、すごいのは変態ですよね。え、でもだから変態コーナーでもこの後やります、変態コーナーでもあります通り、自分で関係してる場合に関しては、うん、あんまりね影響ないんですよ、うん、例えばさ、あのエロビデオとかの処置とかありますけど、あれは販売目的とかだと捕まるんですけど、うん、先生にだったら自分で書いてますからね、作者ですから、うん、眠くなってきたんで始めていいですか。はいどうぞ。じゃあ俺もね、ラブライブをお疲れ様です。何しちゃってるツイッター、いやいやいや、ツイッターを使って、そうですか、あの出前だと呼んでください、オープニング。あ、呼びますか。はい、あ、例の話、例の話を、何の話か知らないけど、腹の肉の話です、ね、腹の肉の話をしてください。ほとんど常連しかいないじゃんもう今日東京に、住み合ってから私、まあ、料理というものをねさせていただきまして、この番組でも名言ありました。お肉をたくさん入れれば美味しい。これ正解でした。ただ一つ僕は見落としていたことがあります。それは皆さんにも教訓として残ると思いますので、しっかり胸に刻んでほしいと思います。たくさん食べれば太る。オープニングお願いします。イオシスヌルポ放送局、2013年6月4日第403回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と高瀬と社長です。俺あの健康診断行ってきて、お体重が昨年と比べて 58.5 から63ぐらいになってて、うん、腹囲が腹の周りね76.5 から79になってて、お、お姉さんに一回確認された、うん、あ、増えました。増えました。はい、増えました。増やしましたって言いました。増やしましたって言ったの。俺も同じ確認された、はい。やっぱり確認されるんだ。されますね。俺は去年の 52.7kg から 56.5kg まで増えてて、うん、腹の周りが72から76に増えてたんですよ。うん、
そんな中、したらやっぱり俺あれですよ、だって確認された。今まだ僕健康診断ちょっと後ろなんですけど、あの日程的に後ろなんですけど、多分言われる言葉として、看護師さん言われる言葉として今思い当たるのはデブと。デブっていう、デブオアデブって言われて、イエスデブっていう感じの準備はできてます。心の準備はね、毎年ね。あ、でも今年は記録が出る。あ、新記録出る。トリニゲンコンテストの、いい記録が出ました。そう、スペシャーニケンっていう番組やってるんですよ、実は。東京でやってるんですけど、スペシャーニケンで、すごいノッポのガスって呼ばれてる彼がいるんですよ。大体175とか180ぐらいある。180超えてるよ彼は。彼ありますよね、うん、彼と僕体重が一緒なんですよ。博士身長は170。そっか、だから10センチ、だからこう、なんていうか、密度がパラインですよ、うん、サイコロステーキなくなったけど、僕の中がね、ん？サイコロステーキ。いやでも本当に、この前ね、うん、新宿のさ、ロフトプラスワンで、うん、久々に博士に会った時に、ね、腹がすごくて、腹がこれね、思わずね触りたくなる。あのね、すごいよ、確認入るよ。あのね、うん、結構あったのはこれさ、あ、え、服いや肉みたいな、え、ウエストポーチみたいな。あのね、悪魔のファンの方とかって、悪魔か悪魔のファンの方とかって結構熱心で、コトニーのねパトステアというイベントとかも来てくれるし、この前の阿佐ヶ谷ロフトのイベントも来てくれるんですけど、ファンの方、阿佐ヶ谷で会った時、開口一番、博士太ったねって言われて。正解、仕方ないですよね。いや、これ目に見えてだって。最近だからやっと体重計変えまして、うん、東京にも変えまして、うんうん、測ってみたところ、まあ、大台のね、80キロという、80キロ、 80.7 とか4とかのあたりをこう繰り広げて、え、じゃあ俺と博士って20キロ以上違う。違う、うん、相当重いねそれは。20キロってさ、ハンデ戦ですよ俺と走ったら。俺はそうだよ、ね、20キロの重りを持ったしてるもんですから、社長は。そうか、全然だから重々ですよ。霜降りのね、そうだね、お送りしたいと思ってます。誤解人ってするわけで、ね、じゃあまず、いやでもね、ちょっとね、そのぐらいある。これ生まれそう、彼女できる前に生まれそう。すごいよ、音がすごい。そこはだからすごく分かったのは、デブ戦狙い。この野郎。クマ戦狙い。クマ戦、まあ一応、まあ、そんなこんなありましたけども、はい、まあ、前回の402回放送は、ほうほう、イベントで収録した2000回放送をそのままキュッて入れてますから、はい、402回はあったような、なかったような微妙な感じなんですけど、今日403回はしれっと普通にいつも通りなんですけ ど、この間のイベントの感想がたくさんいただいておりますので、あ、これオープニングだ、忘れた。それで、ご紹介したいと思っております。久しぶりだからね、博士ね。そっかそっか、ごめんなさい。そうです、イベリコ豚をね、そうそう注文しなきゃいけない。1頭でも俺トンって思うんだけど、でもイベリコ豚よりもイベリコ豚高いと思うよきっと。イベリコ豚よりもでかい気がする。博士の方が、俺ね、すごく悩むのはイベリコ豚買うじゃん、うん、したらみんなが俺よりもイベリコ豚大事ですと思う。そうだよ、スタッフの皆さんは。そうそうだ、ですげえ、なんか俺はなんか雑に扱われるにもかかわらず、イベリコ豚はすっげえ愛されると思うんですよ。そうだそうだ、でちょっと具合悪くなったらみんなすごいドヨンとした感じになって、俺が風邪とか引いたら近づくなって言われるわけですよ。帰れみたいなこと言われるわけですよ。そりゃそうだ、でもイベリコ豚が風邪になったらみんなでこう大丈夫大丈夫ってなるわけでしょ、うんうん、湿度どうのこうのとかなるわけでしょ。やります。で俺がさ豚肉とか食ってたらさ、この非国民とか言われるじゃん。辛いわ。じゃ CM 入れてもらって、 CM の後にじゃあ、ね、俺の泣き泣きのエピソード、うん、放送することなくですね。あそう、はい、スペシャル放送をお聞きください。わかりました。長いオープニングでした。長かったけど何を喋ったかと言われると非常にもうなんだかよく覚えてない。太ってる。はい、この放送はイオシスの提供でお送りします。ボイドです。突然ですが本気を出しました。ゲストボーカルにイチゴメラミポップ、
4時ランコラを迎え、ガチ曲のみでお送りする東宝ロックアレンジ CD ロッキンオン東宝ボリューム1は2012年12月30日リリース。お求めはイオシスショップほか各同人ショップにて。僕やつえもんです。8月19日再び出ます。やつだけハードコアボリューム2、ラフスケチ組長を筆頭に新たな組員も入れて、臨海モスキートのポイお酒もも入ってるよ。買ってね。八つ崎ハードコアボリューム2買ったのかい。最高に幸せな瞬間がここにある。心弾むイオシスサウンドをカラフルに散りばめたキュートで乙女な東宝アレンジコンピレーション第22弾、乙女林カラフルガールズイオシス東宝コンピレーション22、10月7日リリース。博麗デイリー、知らなきゃ損さん。すごいぞ、イオシス EDM。 知っとかなきゃやばい、世界各地で大ブーム。今幻想郷で最も注目されているエレクトロニックダンスミュージックコンピレーション東宝 EDM は12月9日発売、1300円。博士の肉質改善のコーナーがやってまいりました。はい。今日はどんなブッチャーが遊びに来るのかな。ですね、お便りたくさんいただいております。はい、5月25日にヌルポ放送局400回記念トークイベントというのを新宿ロフトプラスワンでやりまして、たくさんの方においでいただきました。ありがとうございます。助かりました。来ているのは当然ヌルポリスナーですから、たくさんのメッセージが来ます。やったー。そりゃそうですね。今日ね、来たやつらみんなって送ってくれるわけでしょ。だってね、今日8ページあるもん、メッセージ。すごい。だって来てないやつも送ってくれたでしょ。あ、でもエア参加者からは来てないな。あ、そういうこと、うん、あのニコ生もあったしね。あ、そうかそうか。まず来た順で読みます。福岡県 E チャンピオンさんからいただきました。福岡県 E ちゃんっていたじゃん。そうなの。新幹線か、な新幹線飛行機か、まあ軽自動車か、どれかでしょうね。うん、軽自動車大変だね。はい。拓也さん、社長さん、今日はいるはずの博士さん、こんばんは。こんばんは。400回イベントに例大祭お疲れ様でした。よっしゃ。過剰書きで感想を、はい、博士食べ過ぎ。拓也さん、開発スタッフに勝っちゃった。モックさんの親愛度に上限なし。イベントに夢中でヌルポ放送局 MP3 詰め合わせ5を買い忘れてしまったので、発売はいつ頃か気になります。それではそのうち出ます。これ明日じゃないの。明日のね、リストに入ってなかったですよ。あ、本当、入れてもいいんじゃないの、うん、別にあってもいいですけど、あるかもしれません、まあまあ、あるかもしれません。あ、そんなにリストに出ないかもしれません。ええ、はい、ゲットします。そのうち出ます。続いて、はい、偽陽水さん、北海道あたす。あたす。北海道からどうやって、新幹線。え、陽水さん新幹線まだない。陽水さん来てたっけ。来てた来てた。来てましたよ、うん、お会いしました。これ完全にもうお肉のことで頭が変態ウィキのね、管理人でおなじみの偽陽水さんですけどね。ごめんなさい、完全にお腹いっぱいでした。そう、大学生になったからね、頑張れば来れるんですよ。そっか、うん、まだ若いですよ。若い。あれは翌日帰った人じゃなかったっけ、すぐ。うんうん、お便りを。あ、そうかも、うん、そうだそうだ。たくやさん、博士さん、社長さん、1日1本チオビタドリンク。ドリンク。変態管理人の偽陽水です。はい。感想、初めてのロフトに入場、うん、正直結構広いんだなと思った私です。失礼な私、結構広いですね。噂の唐揚げのうまさに感動。そうですよ。ニンニクは正義、うん、たくさん乾杯するとは聞いていたけど、本当にそうだったとはな、うん、あれ全然緩かったですよね。いや、今回少なかったですよね。投稿でしか聞いたことのない変態リスナーの方にご挨拶、うん、こんな普通っぽい人があんな変態だとは。まあね、でかい。俺らも変態だからね、基本的には、ね、普通ですよ。ハッピーターンを対等のお偉いさんから餌付けされるモックさん。とうとう、こんな感じでした。イベント以外に関して言えば、朝一で札幌に帰るために成田空港に泊まったり、そうそうそう、成田空港の売店が午前4時半に開くことに空港サイドの商売根性を感じたりと、いろんな経験をすることができました、はいはい。初めての東京一人旅で不安だらけでしたが、優しいリスナーさんのおかげで無事楽しんで帰ることができました。またお金が貯まったら東京のイベントに参加したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、
成田空港、そう。そう俺、ヨシさん、あったあった。そうだそうだ。そうだよ。そう。そのまま帰るって言われて、あ、そうなんだって言っちゃった。俺、阿佐ヶ谷の悪魔様イベントの時も同じことやったから。あ、ね、翌日終わった後、阿佐ヶ谷から電車に乗って、神田まで行って、神田のお風呂屋さんに入って、シャワー浴びて、風呂入って、その後、東京駅から1時半にバスに乗って、ブーって成田空港行って、3時半に着いて、寝て、6時の便で帰ったことこれね、がっつり寝ると飛行機乗れないですよね。だからちょっとビクビクしながら。成田空港で寝る。寝ます。あのね、もう帰った日はね、使い物にならなかった。でしょ無理。あれ無理。1日無駄になる。でしょ、あ、でも、俺は。でも安い。俺ここだけなんですけど、結構俺は無理してきてますよ、ここに。そうだよね。ここいや、若いうちはね、若いうちはいいよ。俺34だよ。若いうちはいいんだよ。投げっぱなし34だ。だからあれです、時間とかを買える人は無理しないで時間買った方がいいよね。ただね、ゴールデンウィーク、俺行ったのゴールデンウィークだったじゃん。あ、そう、だから、ね、まともな便に行くと超高くて。わかる。だからね、安くてよかった。LCC はだからそういう使い方があるんだよね。今もうだって 4,5 千あればどこでも行けるもん。あれほんとびっくりだよ。すごいよ今時代変わったよね。俺ら大学大学生なんて時間はあって金はなくて体力あるんじゃん、うん、だから LCC でどこでも行けばいいんだよね。で、だから昔だったらフェリーじゃないとそれできなかったんですよ。そう東京までフェリーで 6,000 円とかで、フェリーなんて24時間かかるから、ね、そう24時間終わってるよ今だったら LCC でさ。そうフェリーか、2時間でもしくはあれだよ、青春18切符の今青春18切符かっこ笑いですから、ね、そうだよ。何それみたいな。なんでそんなこと言うの。何それ雑みたいな。なるわけでしょ。それが今だと LCC 使って青春18切符をさらに使えばほぼ日本相当安く回れる、うん、もうですよ。もうただで日本一周。いやただじゃない。全力で。いやでもいいよね。ほんのだって学生だったのって俺らってもう 10年前です。だいたい10年前とか12、3年前か。2002年まで俺学生だったな、うん、11年前ですよね。そんな頃なかったもん。何もなかったもん。てかこんなに飛行機安くなると思わなかったよ ね。だって当時はいや本当に特割とか先割とかなんかすごいあのアナとかチャルとかがあの閑散期にすっげえ安い飛行機とか出して、いやこれいいなみたいな、株主優待で半額かみたいなこと言ってたのに、株主優待で半額で1万5000円だからね。今なんか1万5000円って往復だけで1億半できる、ね、2往復ぐらいできる。1本までフェアだったら3億ぐらいできる。たまになりましたよ。たまに1円キャンペーンとかやってる、ね、そう本当ね、手数料は高いわ、すごい、はい、ということです。ぜひ LC 乗ってください皆さんも。たよりさん、岐阜県、あたす、はい、ありがとうございます。楽しいモック動物園経営者の皆様お疲れ様でした。はい、はい、超楽しかったです。笑い疲れました、はい、おかげさまでお酒も食べ物も楽しかった、あ、美味しかったです。はい、鶏から丼を駆けつけ3杯。あ3杯、嘘に聞こえないところです。そうですね。印象に残っていること、 iPad をひづめの油で汚す博士さん、はい、キュートレアモックさんにハッピーターンを与えると親愛度が上がる、はい、夢傑作戦の読み手千代子さんは反則、うん、よかったね、うん、おじいちゃんビールはさっき飲んだでしょ。そうですね、それはあのいつもあること最近ね増えました、元還暦ウィングのお二人、山本雅78歳。そうですね、山本雅還暦ウィングって並んだらやっぱりねちょっとグッとくるものありますよ ね。やっぱりね。ちなみに山本雅は来てないですよ。山本雅はそして78歳ではないから今、うん、山本雅が31年後どうなるかなって話をしただけで、うん、山本雅でもすげえなって話になって、そう、還暦ウィンクもすげえなって話になって、すげえなっていう。還暦ウィンクってすごいよね。だって還暦ウィンク、ここだけの話さ、還暦ウィンクあの後飲み行ったらしいよ、うん、あ3時ぐらいに俺メール来てて、2人でね、そう、飲み来ませんか、寝てるわ、お前翌日早いから。え、お誘い来たの。来た。お誘い来たの、羨ましい。行けばいいのに。俺寝てるわ。女性と飲みに行く機会だったのに。俺は起きてたら行ったけど、さすがに無理。寝てた。熟睡ですよ。路上で。うん。なんかこう、ダンボール。やっぱり、日清のダンボールはあったかいなっつって。続いて。ミスチャさん、栃木県あたす、はい、あたす、400回記念イベントお疲れ様でし した。本当に楽しくてあっという間の4時間でした。感想、はい、台頭のお二人は拓也さんの音ゲーマーアプリを侮っていたようだ。モックせんべいに持参したチョコのデコペンでロリコンとケチーと書いてモックさんに食べさせる。ああ、いいですね。客席中央で女子同士がボインタッチしていたのは私の見間違いですよね。え、コーナー中横で大爆笑するモックさんがちょっとうざい。
そんなに面白いならちゃんと毎週ヌルポ放送局を聞きなさい。はい、2回だよ。最後にみんなで新日本ハウスのテーマを大合唱。ああう、ね、どうしてこうなった、なんとも言えない感動に包まれました。今度のイベントは昼からにして昼間からビール飲みましょう。あ、いいですね。いいですね。ちょっとご説明する、見てない方のために。いろいろなことがありましたね。ご説明すると、ね、振り返ると、台東の、台東で、台東っていう、はい、あの台東の方が、今その CM 違うよね。あ、違うの、もう、あの CM やってないやってないんじゃないかな。台東の方がですね、開発の方がいらっしゃって、グルーブコースターの、開発の方がいらっしゃって、まあ、新作にうちの楽曲入るよってことの、まあ、なんでしょう、まあ、宣伝も兼ねて来ていただいてですね、その場で、iPad 用というか iPhone とか iPad 用の、楽曲の解禁をやっていただいた上でタックアイチと勝負っていうのをやったんですよね。はい、そうすると2回やって2回でもタックアイチが勝つっていう圧勝ね。1回目にだっては向こう側の人がクリアできなかったってい う, うトラブルがあって、しょうがないね、仕方ない、やっぱ向こうも緊張しますからね、普通にね。まあね、俺らね、無菌俺らの緊張しなさっぷりは問題があるよ。ちょっとね、ちょっと雑でしたね。で、結構気軽にいろんな人をゲストに呼ぶけど、普通の人ああいう場に行ったら緊張するから、うん、それをね、配慮できない我々は良くない。そう。ただそれで一応離れ感。でも盛り上がっていただいて、一応ご約束したのは、はい、アーケード版も出るんですよ。そう、グルーブコースターでアーケード版が出て、ちょっと筐体が大きくてゲーム性もちょっと変わるって話があったので、今度はじゃあそれでね、今度また勝負したい。そう、アーケード版の圧勝。そっちはDJ 花形さんはディレクションしてるから、そうそうそう、ずっと毎日やってるはずなんだよ。だから俺は勝てるはずがないんだよ。正確に、そこを初見プレイでまた拓哉さんが圧勝、ま、ちょっと狙ってます。最近もう毎日グループ構成やってます。お話しすると、来てくれた方はプレイして対戦した方はアーケード版の担当の方で、その iPad 版の情報をもとに、まあ、アーケード版作ってるので、まあ、やってないわけではなくて、まあ、腕もそれなりにある方なんですけども、不明は初見だったのね、あの時ね。で、なんかまあお互い初見で、解禁されたばっかりの初見で、じゃあハードモードやりましょうかみたいなこと言ってて、なんかなんだっけ、なんかあったよね、これってなんだっけ、PR じゃなくてなんかアピールだったっけ、なんかあったよね、アドリブ、アドリブだ、アドリブっていうなんか新しいなんかこう、まあ、動きがあって、新しくない、なんかでもなんかあの人なんかでも言ってたじゃん、向こうの人があれ、なんかアドリブの場所知ってるんですかみたいな話でぽいぽいやってて、ね、音ゲームやり込むとだんだん開発者のことを考え出すわけ、こちらとしては。わかる、このタイムできっとアドリブを入れてくるだろうっていうのを初見で見つけ出すのが、これが一番面白い、初見が一番面白い。あれでしょ、だからアニメで大体6話ぐらいで水着替えがあるのね。そう。そろそろ来るだろ、そろそろ来るだろっつって、水着替え来たっつって、うわー、違う。かと違うよ、ここで水着替え入れてくんだっつって、そう。ちょうど中田のミストの時に限って、これがうまい制作者はいきなり水着替えポンって入れてくるんですよ。これ分かってるのは、来週プールなんだってとかっていう形で入れてくるから、まあ、来週水着替えだって分かるじゃないですか。全然関係ないところでいきなりもう水かかっちゃって、もう水着しかないみたいなストーリーとかでねじ込んでくる制作者に乾杯ですよ。乾杯ね。手こ入れじゃないわ。というわけでヌルポ放送局も水着会やってくださいよ。やりませんよ。昔ツイッターゲームやりましたけどね。ありましたね。だから、iPhone 版とか iPad 版とかのグルーブコースターの方は、ARM さんのやつも含めて420円だっけ、450円で4曲、もう配信開始になっております、はい、全員買ってください、はい、これは買うと何がすごいかというと、台東側はその数字をリアルに見てますので、はい、赤さんたちより先に追加曲入るかもしれない。そうです。リアルだけど、これはまあ業界関係者ね、赤さんとかうちらとか楽曲提供してるんでね、あれですけども。で、12月ぐらいだったっけ、アーケード版が出るの、もうちょっと冬かったっけ、冬に一応出ることになってるので、その時に、たくやっちにまたわざわざ東京まで来てもらってですね、はい、その映像を流す。まあ、多分ですけど、今回はできませんでしたけど、収録になる場合に関しては、下手くそプレイも見れますので、僕ら下手くそプレイで、あ、こんなに難しいんだっていうのを、サクサクやる2人を遠目に見るっていう、機会もね。今ロケでやってるんでね、確かね。ロケでやってますね。スクルーブコースターのホームページご覧ください。はい、台東のお店だと結構なんか書いてないところでもやってるとかって噂もありますので、うん、お近くに台東のお店がある方は一旦行ってもらってですね、はい、遊んでもらえればと思います。はい、はい、で続いて、ちなみにボインタッチ、まあいいや、ボインタッチ続いて、はい、
VPS さん、東京タタース、ありがとうございます。400回イベントお疲れ様でした。そして、後部康弘様、2000回放送で、個人にしてしまってごめんなさい。まあね、死んでます。大事です。いろいろ考えた末に、あの方向のネタがベストと判断してしまいました。いや、持たない、持たない。多分2000回目で。ヌルポイベント。はい。イベント前に、はい、女流棋士との親睦将棋会2013があり、まずそちらへ。はぁ。カモン、これは何今のさ、なんかちょっとした DJ プレイになってるけど、ちょっと最先端っぽくなってるよね、うん、2人でサンプラーを押すっていうね。え、どういうこと、女流棋士、女流棋士との親睦将棋会2013、これ何、そんなのあるの、なんでそういうことが将棋界では親睦深められるの。いや、っていうかさ、ずるくない、ネルポ界ではそういうのない、俺言われてなかったですよ、誘われてないよ。いや、誘わないでしょ、だって全然誘わ、将棋なんも分かんないし、俺は A さんを信じてたの全然。今までいろんな、アームさんなら分かるけど、博士別にビクビクン、トークライブですら来てくれてる A さんですよ。あの0分で売れたでおなじみの超倍率が高いトークライブにも来てくれてる A さんが誘ってくれないってどういうことだ。うわ、将棋好きって言ってないからですよ。俺、女の女流が好きだもん。ひどい、棋士の部分は普通ですけど、ジョリーはひどい、もう最低ですよね。ああもう分かって、じゃあ女流なんとかのイベントがあったら博士まで呼んでほしい、お知らせください。博士の携帯電話鳴らしてください。携帯電話、うん、女流棋士との親睦将棋会2013、1年ぶりの2回ぶり、あ、1年ぶり2回目の将棋イベントに自分の進歩や離れを感じ満足。あ、そっか、やっぱ将棋協会がやってるのかね、主催はね。はいはい、うん、物販で、うん、あ、ヌルポイベントね、物販でモックさんの本を購入して、持っていくと、うん、持ってるでしょと言われたので、うん、持ってたら買っちゃいけないんですかと開き直りサインをいただく。すごい、まあ、正解ですよね、正解、全然正解ですよ。いろいろなものを巻き込みつつ、うん、イベント中にアーケードパック2緊急配信という台東さんの本気、電話してましたからね、今から解禁してっつって。あれびっくりしましたけどね、あんなでできちゃうんだって思って。拓也さん驚愕の初見プレイで本家にプレッシャーをかける、拓也さんの連勝を雰囲気でフォローする訓練されたリスナーたち。台東さんがみるみるうちに場になれ乾杯を発動する姿を見て今後の期待が膨らむ。ありましたね、また呼んでいいのかな、夏とか呼んでいいのかな、台東の方が乾杯って自主的に、ね、乾杯をしてましたね、やってましたね。あれ、どうなんだ、夏とか呼んだら怒られるのかな。いや、お呼びしたらいいんじゃないですか、ね、また呼ぶか、ちょいちょいアーケード版の宣伝を、はい、台東さんがモックせんべいを購入する奇跡。配ってました、本当に買ってあれモックさんに食わしてましたね。締めは合唱ということで、うん、マッチョドラゴンや地デジ音頭を揉み出す。あ、やりましたね、合唱。そっか、ヌルポーとかユースでやるとき合唱っていいですね。そう、みんなで合唱して終わるとね、グルーヴ感出ていいんだよ。これすごいすごい、女流棋士会前売り1万円、え、前より1万円だって、やっぱり1万円ですって。え、女流棋士との交流イベントの、うん、チケットが1万円、そう、前よりね、だから当日は多分もっと高い。でも将棋の指導将棋って要はあの対戦しながらとか教えてくれるんですよね、きっとね。で、記念品付き。博士はこういうことできないの。無理ですね、全く無理ですね。1人1万円取れる、全く無理ですね。1人1万円取るっていう感じだと払う場合も多いですけど、あの取るのは無理ですね、お店 で、ね、そういうお店。飲食の新記録5100円を叩き出し、思わず博士に報告。そうですね、いただきました。すごい、5100円。え、あの店で5100円出す結構大変ですよ。何を食べたら、ビールを飲んだら20杯ぐらい飲めばいけます。まあビールだけで10杯ぐらいじゃない、10杯でいるか、5000円だから、そっか、10杯ですね。ビール10杯飲んだら大変なことになるよ、マジで。そうですよ、自分も5000円だったよ。5000円とかしかいないんですよ。だってロフトのとかいつも驚くもん、うん、いや、ヨシスさん来るとね、だって焼肉屋とかじゃないんだから。そうそう、いつもね、これ売り上げ立つんですよ、居酒屋だから普通の。すいません、まあ、居酒屋ですからそこで。VPS さん、はい、例大祭の方にも来ていただいておりました。昔は6400円、俺6400円で言うと戦いが4000ちょっとね、もうこの争いは何なの。セリセリ、何を食べたら、なんか極上塩タン、タン塩とかあんの。なんかないあそこで一番高いメニューって何だい。多分700円ぐらいの多分ドリンク系だと思う。ドリンク系、高いお酒とかだと多分700円くらいあると思うけど、あれだと梅チャーハンとかさ1人前で結構量あるよね。結構あります、結構あります。
なんで5000円とか6000円になるんだろう、すごいね、相当食ってますよ。この辺の方々はあの明日4000円の T シャツの方を買っていただくということで ね、 そうですね、そちらの方で、それはそちらの方であの追い金してもらうということで、そうですね、追い金ってなんで、追い金って、はい、ミーズさん群馬県アタース、アタースロフトの話、モックさんに肖像権はありません、ポストカードにはサインが書いてあります、うん、物販に殺到、あ、そうですね、あのボイボイのね、ロキノート2のプレゼントですね。あと2000回放送の中でね、あのネタにはしたものの、うん、本当に富樫の連載が再開されなかったらどうしよう、わかる、ありそうで、あ、でも再開するらしいね、え、嘘らしいよ、ワンピースが今休んでんじゃん、うん、あれで富樫さん本気出すっていう噂があるよ、え、そういうあれなの、なんか押し出し式なの、うん、らしいよ、嘘、多分編集者が土下座してんじゃない、書いてください、マジでらしいけどね、いや本当かどうか分かんないけどね、本当、うん、売れ残っていたふわぷよとソフトクッキーを目があったから買っちゃった、あの報告受けました、はい、続いて、はい、MC ブラックさん茨城県、あ、ありがとうございます、あったっす、ブラックさん、大体なんか知った名前がきますね、うん、ブラックさん、うん、懐かしい、言ってくれればいいのに、前説簡単の練習、簡単ってあのおーってやつね、お、あれ練習しましたね、はい、やりました、普通イベントってあのオープニングで拍手の練習するんですね、そうそう、驚く練習、ヌルポの場合は簡単の練習しますからね、うん、それは台頭さんをね乗せて乗せて、そうそうそう、でも台頭さん裏で聞いてるっていうね、上で聞いてましたね、人号を返さないモックさん、はい、物販で横にいた企業さんが飼育員に見えてきました、はい、台頭の中の人との、サイコロトーク、大体の人が5番が出ることを望んでいたと思われます、一回も出ませんでしたね、5番は出ませんでしたね、一発ゲームでしょうかね、そう、ゲーメスとエロ本のように負担のせい、あーゲーメスありましたね、ありましたね、ブランコに一人で乗りながらアイデアを考えるという話を聞き、ソブラソブラと思いました、それは俺も思った、ソブラだね、ソブラでしたね、グループコースターアーケード冬まで待てないな、本当は今じゃなかったんですけど大丈夫ですか台頭さん、あれすごかったね台頭さん、ね、すごいね、そう、断ればいいのにね、そう、そんな無理しなくても、うん、台頭の人がモックせんべいをあげる撮影会撮らせていただきました撮影会撮影したんだ、イベント中だぞそれ、そう、カメラ持ちの方だってね、あとアンケートね、うん、風が吹くからの、うん、岡山モックから 2.0 の風が吹く突然の死あれ良かったですね、あれ面白かったね、面白いけどね、死んじゃうから、ね、うん、あれ良かった、モックさんの新日本ハウス熱唱、宇野氏のボーカル指導、まず遅いですよねリフォームしたいっていう気持ち遅いですよね2回入るっていう、ニュージャップハウス会場で歌い謎のグルーヴ感、あれすごいね、宇野くん、あれよかったね、宇野くんね、あれ1時間作ったからね、本当にね、生放送見てた人分かると思いますけど、あの生放送俺運営コメントやってた、そう、俺でもあの曲1回も聴いてなくて実は、ああそうなんだ、でだけどなんか段取りでそうやって書いてたから、うん、もうこういう感じなんだろうなと思って適当に振ってみたら本当にそうでバカじゃないかなこいつらバカだと思ってでもバカだと思ったもののモックさんには演じてもらわなきゃいけないから、うん、さあもう知ったような感じで、モックさんいいリアクションしてたね、さすがあの檻の中でリアクション練習してるだけあるね、違うよねモックさんね、さすがですよ、やっぱ新日本ハウスの、あれちなみになんで新日本ハウスだったの、ね、ヌルポ放送局でお便りで、はい、うん、モックさんに似合いそうっていうお便りが確かあってですね、正解、それは正解、似合いそう、うん、それですっげー似合いそう、それで俺が YouTube で新日本ハウスのテーマ聞き直したらこれはいい曲だと思って、うん、OK を作った、作ってもらった、宇野氏に、宇野氏に、まあでも宇野くんに作ってもらったんで別に耳コピだけだって意味ないからね、まあね、ちょっとアレンジ入んないとねやっぱりね、うん、続いて、はい、流れ石さん東京都アタス、アタス、ヌルポ放送局の皆さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、博士のビールおかわりや長髪の白髪を撫でる社長さんや圧倒的音ゲースキルを見せつける拓也さんなどを見れてとても楽しい時間を過ごせました。まあそうですね、また会場では私の夢が千代子氏の萌えボイスで流されて嬉しかったのですが、はい、少し恥ずかしかったです。あの千代子ちゃんに言わせるあれよか、あれ汚いね。あれはずるいね。あれだって大抵のものが面白くなるだろう。あれよかったでしょ。あれよかった。夢のコーナーが思ったよりも受けてよかった。だって会場台頭さんがお受けしてたのか、うん、俺すごい印象的だった。今度あれさ、あの夢のお便りさ音ゲーに入れようよどうやってあのまま喋りじゃん、あのまま音声がそのまま流れる、明日はどこで押せばいいの明日は明日は僕は
麻生太郎ですどこをどう押せばいいの、あれちょっとどうしてるか分かんないね。あれずるいのはさ、千代子ちゃんが言ったらさ、なんかアナウンスメントっていうかナレーションが言ってる感じがしてて、うん、そういうもんなんですねってなるところは怖いよね。そうそうそう、あれあの誘導感ずるいよね。いやでもね、ほんとね、あれほんと、いや、よかった、あれはよかった、うん、またやりましょう。でもなんか夏のね、イオシスの夏日本夏でやれ、ああそうだね、またちょっと皆さん夢どんどん送ってください。まだストックというかあるけどね、幸いね、夢のコーナーって何十年やってもネタは尽きない。そうだね、だって夢だもん、ね、だって夢なんだもん、だって夢だもん、あるわ、あるある。そうか、でも対等の人呼んで夢のコーナーやったらもう2つ埋まっちゃうじゃんね、もうね、コーナーが、うん、あともう1個ぐらいでもう夏の企画終わりですよ。そうだね、そうだね、うん、でも夢のコーナーさ、今回イベントで4つ流しましたけど5つだっけ、はい、そのぐらいが限界だよ。限界ですよ。あれ10個とか20個はきついよ多分。あれ以上やるとロフトのスタッフがお酒飲みですよ、なんかおかしくなっちゃって、ね、なんか分かんないけど飲んじゃうみたいな、ね、ありますね、うん、それは終電逃しちゃう、うん、わかります。続いて、ホヘイさん、はい、北海道アタス、アタス、ローコストキャリアこと格安航空会社に感動しました、ホヘイです。そうだよね、はい、6月うまくやればね、相当安かったでしょうねきっとね。金曜に前乗りし、新宿大塚と知り合いのイベントをはしごし酔いつぶれた土曜日午前4時、はい、当日午前10時頃、アクマットさん、はい、2さん、アクマット2さんプロデュースによるパワースポット巡り、まさかとの首塚、近辺の神社&博物館&武道館などからの四ツ谷のお岩稲荷、うん、はいはい、ありますね、有名ですね、四ツ谷のお稲荷さんはね。2000回イベントなどで、その時代に近い格好をしなければとハゲヅラ購入、はあ、しかし会場の 99% は普段着、あと鹿の被り物が1名、そうです、ね、いました、鹿はあれ危なかったね、鹿は新宿だけに連れてかれそうでしたね、心配でしたね。そうそう、あれすごい、あの鹿の人がステージの真正面に座ってて、そうです、ね、すげえ目につくんだけど、あの鹿を斉藤さんがすごい気にしてた。いいなぁ、今度キャラになっちゃうかもしれない。ゲーム出てきたら権利主張しな。俺っつって。俺なんか千斗くんって聞いちゃった。ひどい。ちょっと違う。逆だよ。ひどい。違った違った。はい、鹿。iPad を用いた新しいコミュニケーションの可能性ありましたね、はい、いいですね、あれよかったですね、グルーブコースターゼロのやりすぎて指の関節が取れそう、わかる。台東の関係者も大爆笑の安定の夢朗読コーナ ーまさかのグルーブコースターゼロ収録か、いやみんなそう思うんでしょうね、さっき同じこと、うん、みんな思うでしょうね、やっぱり、うん、夢かーっつって夢すっごいね。千代子ちゃんもね、ボーカル以外で初めてグルーブコースター入るって夢の朗読で入るハムさん涙目ですけどね、曲名僕は麻生太郎です、そんなばっかりでしょ、つい選んじゃうな、なっちゃう、押すわ、みんな押すわ。安定のモックさん、新アイドに、愛も全て超えた、はい、ねねだよニュー、そうねねだよ、ずるいよね、ニュージャップハウスに感動し宇野氏に握手を求めるハゲヅラ、ハウスだけどハードコア、わかります、若月はモテモテ、若月ね、元気でしたね、はい、以上でございますね。はい。もう、うん、いや面白かったね。感想がね、もう一個だっけ。あ、じゃ あそう、若月。その若月。ああ、若月。モテモテの若月。ここからの若月ですね。埼玉県20代。若月持ってるな。時をかける味噌汁の皆さん、こんにちは。こんにちは。めっちゃ楽しかったので、超満足の中電車に乗っております。ああ、いいですね。そうやって言ってもらえてありがたい。5月25日23時59分ですね、これね、メッセージね。おお、すごいな。社長さんの仙人みたいなヒゲも、博士さんのハゲツラも、モックさんの扱いも、いつも通りまったり収録、派手なこともやらず、それでも約4時間座っていて、1秒も退屈しない、あっという間と感じる空間でした。はい。個人的にやばいと思ったのは、うん、台東の石田さんと花形さんが電話一本でゲームの楽曲パックをリリースしたところでしょうか。すげえシュールあれやばかったね、あれやばかった。同日に開催されたライブにも行きたかったんですが、そうそう、こっちを選ぶあたり私はヌルポが好きみたいです。いやだからそうだよね。いや本当幽閉学祭、後ろのポスターあります、幽閉学祭っていうのが実は全部東京のすっごい大きいところで、美子さんも出るわ、藤原さんも出るわみたいな、まあ、黒さんも出るしっていう、その結構ゴージャスなメンツでやってたんですよね。でそうちょうど被っちゃったんだよね。そうただタイミング的には例大祭の前で、まあ、ここしかないねって話から始まってるので、まあヌルポの方日程変更することもできず、まあ、やろうかっつってやったんですけど、やっぱね不思議なもんで、やっぱあのイベントに来てくれるリスナーさんってちょっと嬉しいよね。あのメンツの
なんていうかな、あの状況の中で来てくれるっていうのはやっぱそれなりに嬉しいなってやっぱ思ったし、いや嬉しかったですよ。その被った状態でもあんだけ来てくれるってことは、要は被らなかったらもっと来るのかなみたいな、あそれはすごくやっぱり俺としては期待できるし、あの別に遊兵もねうまくいったみたいで、はいはいはい、あのそっちもね実はすごい気にしてて、今回その言わなかったのは遊兵でさ他のメンツもいるわけ、名だたる、ね、歌のサークルが出てくるわけですよ。そこでねよし、しょぼいと。例えばそこでモックさんが読書とかしてごらんなさいよ。よし、舐めてんのかってなるじゃないですか。うちはうちで、やっぱ、幽閉学さんに恥ずかしくないようなメンツに参加してもらって、まあ、盛り上がったし、なんか噂聞くと結構評価が高かったみたいで、そこは良かったですけど、でも逆にね、味噌汁ウィンクとかね、あの辺とかもそうですし、いろんなリスナーさんたちがね、ヌルポの方に来てくれたの、本当に嬉しくてね。うん、あれは、感動しましたね。いや、そう、正直、遊園も行きたかった。わかります、わかります。そうですよね。いやでもね、楽しかった、イベント。そう、ずっと楽しかった。ごめん、もう一つだった。あの、はいはい、東京都 SA16 さんあたす。はい、ありがとうございます。社長さん、拓也さん、名字が発音しにくいトルコの女性と結婚された方。お疲れ様でした、ね、SA16 です。はい。はい、新宿ロフトプラスワンでのイベントから帰ってきてすぐにおみやディスクを再生させながらこのメールを書いております。ありがとうございます。印象に残っていること、テンポが速すぎ、イベント最後のドリーム宇野さんリミックスはなかなかユニークでした、うん、もう本来30秒の元曲がなんと半分の15秒、それを頑張って歌おうとするモックさん見ていてなかなか面白かったです。あとあのおみやディスクが違う、ヌルポのディスクがうんぬんというくだりがありますので、これちょっとあのツマポンの方に連絡をお願いします。あ、なるほど、SA16さんね、いろいろ問題があったんですね。ショップアットマークの方に送ってください、はい、あという話で、そうで、ショップアットユーストです。たくさんメッセージもいただきましたし、4時間やってですね、俺はなんかすごい満足感、なんだろうな、なんだろうな、すごく良かった、うん、よかった、すごく良かった、今回のイベント良かった、良かったです、すごい良かった、うん、俺はあのスペシャーニケンでやってるスペースシャワーのシンボリさんっているんですよ。でシンボリさんと来月6月の15、6かな、あの日曜日にイベントやるんですけど、シンボリさんヌルポ見てて、あのイベントを、はい、見てた、部長見てた、見てて あれ基準だから部長のだヌルポみたいにあの常にイベントの話をするときに、いやヌルポみたいな感じでっていう、ああはい、ああシンボリさん、シンボリ部長の中でのトークイベントの基準はあれだなってあれから始まります。あれはいい、有料ニコラマ見てくれてた、そう、シンボリさん金払って最後まで、そうなの、ありがとうございます、そうなんだ、すいません、シンボリさんびっくりしちゃった。ただあれは普通のトークライブイベントではありませんよ。そうでもシンボリさんはいやヌルポのイベント見たくエンターテインメント性がうんたらかんたらって見るわけで普通は桟敷席にあの珍獣とかいませんしじゃあ来週ちょっと打ち合わせをっつって、早速来週打ち合わせの時間を設けましたけど最後にみんなで新日本ハウスの吉井行くぞってことが合唱したりしませんよ普通は。だけど向こうは向こうでだからアニメの話をしようっていう話で、そうか、そう、いやでもなんかそう言われてみればさ、うん、確かに普通のトークイベントとはやっぱ違うし、ちょっと違います、なんかトークライブイベントの最終進化系に我々は近づきつつあるんじゃないの、うん、これはいろいろやってきたんだけど、うん、やっぱあのサンプラを手にした段階で人間がサンプラを手にした段階であの限界に近づいてると思いますよ、うん、サンプラとパワーポイントと、そう、あとプロジェクターが入った段階で、そう OHP ね、そう OHP 入った段階、パワーポイントとね OHP のねあの使えるプレイヤーねちょっと分かった、そうあそこまで来た段階で OHP すごいね、 OHP よかった、もうね限界だから、あの明治サイコロキャラメルを振ったのが、うん、OHP で出るのが俺すごいよかった、うん、あのだって悪魔の時に、ね、そう片鱗はあったんです実は、はいはいはい、いつも悪魔こうやって書いて見せるでしょ、あれが書いた途端に目の前映るところの凄さはね若干あったんですよ実は、うん、で iPad であのグループコースターやった時も iPad から映像出そうかって話もあったんですよ実は、はいはいはい、でも OHP で映そうかっつって映してみたら意外にいけたんだよねあれね、あとね指も映るってのはポイントでね、そう、うんうん、ああそうかそうか、そうだよね、そう、そうそうだ、映像直結だったら指は映んないもんね、そう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 、でもあれのポイントはあれどのゲームでもダメで、うん、グループコースターの場合は、うん、あのタイミングをよく押せばいいから画面が一応映るんだよね、そうだね、あれをだから画面を追わなきゃいけない系だと結構こう指と画面が映っちゃって、うん、こうそういった意味では相性が良かったんだよね、そうだね、
ということで、あの太蔵さん、あの多分見てないと思いますけど、私は太蔵さん、あのいや見てらっしゃるかもしれません。夏込みのね、2日目の夜にまたあの新宿ジャックしますので、2日目日曜日の夜、日曜日の夜です。日曜の夜イベントやって、はい、月曜を月曜日東宝だから、でそのまま帰る、コミケ出て帰る、はい、っていう形しましたので、なるほどね、次はじゃあ8月の11日曜日とか、その前か、そのあたり、そうです、日曜日の夜なんですけど、その前に一旦あのスペシャルが入って、僕の個人の野球のイベントが入って、で、今回ヌルポが入ると、うんうんうん、だって月に1回ぐらいは必ずやるぞと、なるほど、じゃあまたちょっと夢朗読やっとくか、ね、夢だって変態のコーナーとかさ、千代子ちゃんに読ませてもいいけどさ、変態のコーナーか、なんかそれはちょっと有料的な対応になりますね。でも変態のコーナーをアイカピンが読むのもすごいしびれるけどね、なんかあとアームさんが読むとかね、なんかわかんないけど違う人に読ませるっていうのもね、変なところに入っていいと思う。そうだね、いや今回さ、あの2人で、あの千代子ちゃんと俺で読んだんですけど、ね、他の方にも、だからアイカピンにも読んでもらおうかなと思ってたんだけど、うん、アイカピンは罵りボイスを取って、ちょっと時間が足りなかったので夢まで行けなかったんですけど、そう、ね、夢は、うん、そうだね、他の人に今度またツイッターでアイカピン、あれだもん、彼氏が軽自動車で迎えに来たらヒールのかかとで、あのなんかその軽自動車を踏み潰して穴開けてるってましたから、ああ、もう本当に多分 M の子とかはブルブルって信号パックぐらいブル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 ってきてると思いますんで、すっごいと思うんですけどね、うん、うわ、でもグルーブコースターまたやりたいですけどね、やりたい、簡単な選手権とかやりたいですけどね、あ、うん、あのヌルポのそのイベントの中で、うんうん、どの道あのね、音ゲーすごい得意な人と得意じゃない人いますからね、うんうん、音ゲー放送局のイベントってやったことないんだよね、ああ、うん、音ゲー放送局のイベントやってもいいけどさ、なんかで各社さんいろいろあるからね、時間で分けなきゃね、この時間帯このゲームでチケット分けて一晩一社にしようリアルな話ですね、一晩一社、ね、その方がいいと思います、何回かやろうそれ、うん、その方がいいと思います軽自動車乗りとしてはおかんがめっちゃピンヒールで穴開けられますよそう、アイカピンは怖いですからね。そうだ、相談なんですけど、はい、仮にさっき夢のお便りで出てきた、うん、僕は麻生太郎ですっていう曲を、うん、もしオリジナルで作ったら、うん、ありだと思いますか、うん、千代子ちゃんに歌ってもらって、あ、だからあの僕は麻生太郎ですを宇野くんがサンプリングして載せれば、うん、僕は麻生太郎です、太郎ですって感じで曲にしてくれれば全然ありない、音楽ジャンルとして電波ソングに次ぐ新しいジャンルができますよ、夢ドリーム、ドリームソング、ドリームあんじゃない、すごいよ、うん、聞いた人全員がね微妙な気持ちになるっていう、なんかどうか分かんないけどありだと思うよ、新しいと思う、ストーリーがあるしね、あんま答えはない、結論はないストーリーですけど、ちょっとじゃあこれ俺引き取っていいですか、この回やる気だ、この他に誰も引き取る人いませんよ、誰も引き取るのじゃなかったよ、誰もねそれを引き取る土壌になかったのにね、でもこれありだと思いますよ、これ作って最終的になんか音ゲーに入ったらすごいと思うんだよね、はい、すごいと思うし、はい、夢のコーナーだから俺らぐらいしか、俺らか関山人さんぐらいしかいないですよちょっと枠の2位ですよ、知らないと誰もついてこないませんけど、関山人さん、うん、パワープレイです、わかりました、2くらいはもういけます、はい、パワープレイです2回入った、はい、どうぞ、6月のヌルポパワープレイでございます、はい、例大祭新作アームさんの電波ソング激おこメガスというアルバムから1曲目、はい、激おこスティックファイナリアリティプンプンマスタースパークです、お聴きください、どうぞ。もう許せないわ、あたしも怒ったぜ、
地上激動よ。海は枯れ果て、大地は裂け、空は地球よ、怒りのマシンパン。激音プンプンプン、私本気で音浮かび、シャドファイヤーメイカーズレコーヒーパン、バンバンバン、そんなパンパン。はい、ビートマリオさんとのあれでした。はい、そうか、クレジット読んでなかったですね。詩曲アーム、ボーカルビートマリオ、クール&クリエイト、アズ、キリサメマリサ、アーム、アズ、ハグレレイム、すっかり性別がもうあれですけど、何もかも全然わかりません。ショップ価格1365円でイオシスショップとか、メロンブックさん、トラノンさん、各同時ショップにてお買い求めいただけます。お買い求めください。さて、普通歌の続きです。たくさんいただいておりますが、どうしようかな。別府の話、軽く。はい、大分県木更津 ACS アダース。アダース。イベントの時、祝電もいただいてましたね。はい、オープニングの雄たけびのコーナー宛て。そんなコーナーありましたっけ、まあ、別府、別府、別府、ご乗車ありがとうございました。解説。これは別府駅の構内放送で流れたものです。先週コスプレイベントのために別府に行ってきました。降りた瞬間に別府3回コールの嵐です。普通は2回しか駅名を言わないので、なぜ別府だけ3回言うのか不明です。結論、温泉県の中核都市としてのプライドがあるんだね。温泉県ね。別府今暑いらしいよ、俺の情報によると。別府暑いらしいね。別府はね、今なんかホットスポットらしいよ。ホットスポット、まあ、マジマジホットスプリングだからね。ホットスプリングらしいですよ。ですよ。別府はね、すごい坂なんですよ。で、あっちこっちからなんか温泉の煙が上がってて、へえ。一回行ったことあるんだけど俺。へえ、いいなあ別府。別府いいですよ。てか温泉行きたい。はい、どうぞ。行こう行こう。温泉はだってそこらかしこにありますよ。うん、温泉地に行きたい。ああ、そっか。うん。いや、俺温泉でいいや。温泉地まで行かなくてもいいや。遠いし。疲れちゃうチャリンコだと。続いて猫うさぎさん、北海道あたす。あたす。あたす。皆さんこんちくわは。こんちくわは。この前の経済ナビっていう番組で悪魔小悪魔が特集されたときに、阿佐ヶ谷ロフトでやっていたライブがテレビに流れてきましたね。ローカルとはいえ博士さんの乾杯がテレビに出てて笑っちゃいそうになりました。あと社長さんも堂々と映ってましたね。はい、何気にロキノン東宝のポスターも映り込んでいました。いやらしい宣伝しやがって。曲の打ち合わせの時ですね。あれテレビに出たの？あれ出ました。俺テレビ出たの？映ってました。やったー。俺だって俺高校の子が中学の同級生からあの LINE 来ましたもん。へえ。出てたよ博士、出てたよっつってテレビに。へえ。なんでテレビに映って乾杯してんのかっていうね。そう、なんか向こう悪魔のこと、悪魔となんで映ってんのみたいな言われて、いやちょっとマブだからみたいな話しながら。マブだね。まあね、マブだよね。そう、一応イベントとかするしって話をして、うん、あそうなんだってじゃっつって、それで会話終わっちゃった。それ以上展開はなかったですけど。そう、経済ナビっていう TBH テレビ北海道のローカルなんですけども、はい、映ってまして、テレビ東京系ですね。5月3日の悪魔の悪魔会の時に取材来てまして、うん、そこで博士が乾杯やってる模様とかですね、はい、あとあのボイボイがあれしてる、あれの悪魔の曲が ね今あれっていうか、そっか、もうじゃあその情報バレちゃったわけ。あ、ユシス熊牧場を見てる方は分かります。そう、あ、そうか、もう言ってるのね。そうか、そうか、あ、もう言ってるのね。はいはいはい、あの今あの随時進行中だって話をしてます。はいはい、ああ、分かりました。じゃあ、はい、オープン情報ね。そうです。やべえ、結婚でしょ。何が結婚できるんですかね、僕ね。LINE でだって、中学生の時の同級生、女子から連絡が来た、博士さんに至っては。だって、悪魔目当てですよ、向こうね。俺じゃなくて。悪魔と結婚できるかもしれません。悪魔とその子は結婚するかもしれませんけど、僕は独身のままですよ。今日も帰り、セブンイレブンで買って帰ります。お惣菜。
お惣菜今一瞬何を買うのかなと思ってちょっと心配になって、うん、こらこら鈴木くん何でもないです。4個ぐらいでは買えませんよ。何でもないで す, いです続いて LZP さん愛知県アタス。ありがとうございます。アタスモバマス放送局の皆さん、ミンミンウサミン、ミンミンウサミン、お久しぶりです。アベナナ CD 買いましたので報告します。アタス、モバマスの方は、あ、モバマスの方は無課金兵として頑張っているのですが、阿部奈々ちゃんの曲をあのイオシス黄金コンビが作るとなっては買わずにはいられませんでした。曲は安定の電波、これだけ電波でもしっかりと聞きどころのある曲になるのは相変わらずアームさんすげえ。そして阿部奈々さん17歳、かわいい。人生初の CD2 枚買いでしたが大満足でした。早く特訓させます。阿部奈々さん17歳、かわいい、かわいい、2回言ったの。ありがとうございます。もう一つ、うん、平坂なぎさん、島根県アタス、はい、ありがとうございます。拓也さん、社長さん、食肉加工場の博士さん、こんばんは。こんばんは。モバマスの話、はい、メルヘンデビュー公式ホームページで視聴させていただきました、はい、とても阿部奈々さんらしくて、かつイオシスらしい曲ですね。阿部奈々さんといえば第2回総選挙で上位入賞を果たしました、うん、僕が担当して溺愛している高垣楓さんも、3位に入賞し言うことなしです。担当してるってお前はどこのプロデューサーだ。プロデューサーでしょところで聞く話によると、阿部奈々さん括弧17歳は、はい、高校時代、高校当時ブルマーを履いていたそうですが、今年で23歳の僕が高校に通っている時代にはすでにブルマーは絶滅していました。阿部奈々さんの曲の歌詞を作った優野よしみ先生の時代にはまだブルマーあったんですね。ということは阿部奈々さんは、いや、でも宇佐美生の高校には今でもブルマーがあるんですよね。阿部奈々さんは1000年経っても17歳です。ましてや優野よしみ先生と同年代だなんてことはあるわけがないです。僕の思い過ごしでした。なんかあれ札幌ってブルマーないよね。え、短パンじゃなかった？え、ブルマあった？どうだっけ。いや、なんかね、全然記憶にないんだよね。ジャージ、ジャージだった。ジャージと短パンだった。基本的に北海道って寒いから、うん、ジャージで済んじゃう。札幌は、うん、ということで、うさみんとしては、僕ら分かりませんということです。うさみんは17歳です。うさみんのツイッターですっごい面白かったの、はい、ファンの人とかが、うん、あの曲をすっげー分析してて、うん、すっげー楽しくなっちゃった。なんだろう、この曲はウサミンが歌ったアイドルの今までの曲と違うんじゃないみたいな話があった流れの中で、うんうん、いや、これキャラソンだよみたいな、あ、キャラソンだからいいんじゃねみたいな派閥と、いやいやいや、これはウサミンが歌うとしたらおかしいんじゃないかって派閥が真剣に戦ってるのを見ながら、あ、本当、これ言うの作ってるんだなっていうのをすっごいツギャッターでまとめられてるのか見ながらあ、まとめられてんの、まとめられてすっげー議論、あ、なんか派閥がいくつかあって、うん、派閥ごとに意見がまとまってて、うん、あ、そう、ここまで分析される作詞って羨ましいなってちょっと思ったいや、あれはね、あれはそうなの。だからいろんな見方があってさ、もともとアイマスの曲ってさ、一、ね、つの曲をみんなが歌うじゃん、歌います、いろんな人が歌うじゃん。でもシンデレラガールズの曲って、うん、例えばアンズの歌ってあったりさ、はい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 、アンズはねベンチマークです、うん、僕らのね、今回のメルヘンデビューとかさ、はいはいはい、キャラソンというものも存在するわけ、はい、ありますありますね。だからその辺の話と、あとはまあいろいろあるけど、歌詞の中に言ってる言葉とかセリフとかが、これはどう取ればいいのかっていうのはいろいろあってですね。そう、特にメルヘンデビューは多分その辺いろいろ面白いと思います。いや、だからその辺が、だから一作詞に携わる人間としては、うん、あ、そういう読まれ方をきちんとしてくれるんだって、その作り手さんいろいろ考えんじゃん、うん、そのそう、あの、だからみんなに見ないやり取りとかするわけじゃん、うん、作ってくれてる担当者の人とさやり取りする中でいろいろ考えてくれる、一番俺の中で今まで関わった中では一番議論されてた、あ、作詞の話について、はい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 、いや、でもそれはすごいね、想定しつつ作ってるんですよ。ああ、なるほどね。このセリフはありかな、なしかなとか、こういうシチュエーションは OK なのかなとか、もちろん、ね、あの、いろいろ打ち合わせをしながら最終的に決まっていったわけだけど、そう、だから結構作り手 の, その向こう側のナムコプロのチームの人たちも思い入れがあるから、なんかお任せですよっていう話じゃなくて、まあいろいろこうディスカッションとか方向性とか重ねながら、まあ作ってたりとかする形だから、まあ他のアニメもね別にそん な, なんか投げっぱなしなわけじゃなくて、いろいろこう議論とかするんですけど、いや、そういうのがなんていうのかな、お客さん側から巻き起こるのが俺はすっごいびっくりして、うん、ああ、そっかそっかそっか、うわ、そんな 評価というか分析とかしてくれるんだみたいな。いや、でも嬉しいですよ、うん、すごく嬉しいし、
やっぱ作るの大変だったんで、今回ね、歌詞も、まあ、歌詞もね、第1項第2項って、まあ、直してて、ねえねえ、最終的に第11項まで行きましたからね、完成版は。まあまあまあ、そんぐらい結構練り込んで作り直してってのやってたんで、なんかそうやって分析していただけるのはすごい嬉しいです。ぜひともあの探すとまとめがありますので、うん、ぜひです。ちょっと後であの俺探します。ミミミンミミミンウーサミン。ちなみに個人的にあのキュートは毎回必ず2枚ずつ買ってるので、はい、ウサミンとサチコ2枚ずつ買って、サチコね。4枚 CD 届いたんですけど、無事に届いたんですけど、その後ウサミンがあの関係者分をサンプルをいただきまして3枚になりました。よしよし。初の3枚です。じゃあ SR プラスと SR で、はい、そうだね、そうだね、そうします。いいと思います。はい、もうやらしいな、もうやらしい。次のえ次のお便りお願いします。ここで普通歌を一旦あれしまして、47都道府県のあれをですね、ほったらかしにしてましたので呼びます。はいはいはい、行きましょう。京都 VS 宮城でした。どっちか、すっかりみんな覚えてないでしょ。俺宮城だと思うよ。宮城でしょうね。だってトムいるもん、うん、トムが 2,3 人いればさ、実は弟子がいてみたいな。 2,3 人、いや弟子がいてっつって、やっぱこうトム師匠の弟子でみたいな、うん、じゃあ言いましょうか。はい、京都府、今週は京都府を紹介します。あ、なるほど。京都府チャシャクさん、あたす。あたす。チャシャクさんね、いるいる。はいはい。チャシャクさんって10回言って。チャシャクちゃん。一回も言えなかった。チャシャクさん。チャシャクさん。チャシャクちゃん。拓也さん、社長さん、博士さん、こんばんは。こんばんは。やっと京都が来たかというわけで、適当に JR 奈良さん、奈良線の話でも。奈良さんって言っちゃった。JR 奈良さん。JR 奈良さんってなんだよ。JR 奈良線。名前に奈良とありますが、ウィキペディア曰く奈良県内に路線は伸びきっていないらしい。京都駅から出ている京都と奈良を結ぶ路線です。まあ、奈良まで行ってるんですね。京都駅から一駅移動した東福寺駅からさらに乗り換えて一駅移動したところにある鳥羽街道駅には、目の前にとても大きな花札屋こと任天堂があります。そして奈良方面へだいぶ進んだ大博駅の近くには京都アニメーションが、奈良線の中ほどにある宇治駅の近くには日本人ならある意味毎日見ていると言っても過言ではない10円玉で有名な平等院があります。はい、平等院、はい、10円玉平等院と、ある意味いろんなニーズに対応していて、観光するだけなら困ることはなさそうな路線ですが、はい、困ったことにこの路線、各駅停車が30分に1本という田舎路線なのです。ひでえ。少なくとも平等院があるのにアクセスがすごく不便なこの路線って何なんでしょうね。すごいね、任天堂と京アニと平等院があるんだ。すごいな、それでも30分に1本なんだ。うん、すげえなあ。京アニと任天堂の合コンとか見たい。何言ってんの。だから職場近いし電車1本じゃん。なんか飲み会行きますかってなるじゃん。まあ電車1本ではないんですけど。でなんかこう平等院の人も入ったくるし、むちゃくちゃになるっていう、こうすごいいいじゃん。見たい見たい。続いて見てきて。はい。ですね、応援メッセージ、はい、石川県、はい、国老さん、国老さん、初めてかな。ヌルポの太っている人と痩せている人2名様、こんばんは。こんばんは。国老です。はい。えらい昔に投稿させてもらいましたので、はい、2度目です。そうなんだ。金沢の大学に進学しましたが、住民票を移すのが面倒なのでそのままにしている京都市民です。あ、応援じゃなかった。2票目です。2票目ですね。お、金沢の大学に進学した。ほう、ですね。金沢大学でしょうね、きっとね。まあ、他にも大学あると思いますけどね。わかんないですけど。他の大学は知りませんけどね。京都府は明治までの行政区分の仕方である律令制、両政国、全然違った。両政国では、南は大和、真ん中は丹波、北は丹後という土地からできています。ほう、私は丹後の出身です。北ですね。おそらく私以外の人は南の出身の人ばかりだと思うので、北の端の丹後の紹介をします。はい、ここでは京都弁は一切喋らず、丹後弁という独特の方言があります。はい、またお土産屋には生八つ橋や京野菜の類はなく、酪農品や魚介類、果物やその加工品などが売っています。魚介類。観光地も海水浴場や舞鶴にある本州で唯一の日本海側にある海上自衛隊の基地や日本三景の天の橋立などがあります。
田舎自慢になりますが、京都府は免許更新のできる施設が長岡京という南の方にしかなく、長岡京知ってます、歴史で勉強しました。丹後の地元の方から行こうとすると片道車で2時間半電車で3時間ぐらいかかります。遠いです。頑張れ京都。長岡京ってあれ歴史の教科書になってる長岡京ですよね。そうでしょうね。遠いね。あれ地名なんだ。遠いね。はあ。じいちゃんち丹後だわって考えるんですけど、京都はね南北に長いですからね。北は別って言われてる。うん、はあ。日本海に接してましたよね京都府ってね。へえ、すごいな。やっぱでも京都まで行っちゃうとそういうのある。あ、てか昔から京都に住んでる人もいますからね、当然ね。うん、へえ。だって京都ね、京都っつっても俺京都しか京都市しか行ったことないな。この修学旅行で京都とか行ったぐらいですね。うん、あとはイベントで行きましたね、別に、ね、僕はね。あと、はい、来週金沢行きます。あ、金沢、ね、あ、金沢ね金沢の東宝行き、東宝祭確か行きます。コクロウさんは確か、ね、はい、確かって言う。金沢イベント来るかしら。あ、そう、ぜひ来てください。あの、誰が来るか分かりませんからね。今のところお客さんが2人ぐらいだったら辛いなみたいな話してました。ぜひぜひ来てください。金沢どうなるでしょう。お友達連れてアイコールに会いに来てください。はい、以上です。お、京都2通でした。おお、これはカツオも宮城。いや、ミックストップとか最近投稿くれないじゃん。だ、聞いてないと思うんだよね。でもイベントにはメッセージもくれましたよ。あ、そっか、うん、聞いてる聞いてる。トムあれなんじゃないの、実はトムなんかあれなんじゃ、偽物とかいいんじゃないの。実は今海外のなんかゲームとか買い付けてんじゃないの。ミックスティムティム外国人いそう。ミックスアメリカ人っぽい。ティムバートン的な。ミックスティムとミックストムといそう。じゃあとりあえずこれは締め切ってますもんね。はい、締め切ってます。応援メッセージだけは募集しておりますけど、はい、次回タイミングがあれば、宮城県のお便り紹介します。はい、よろしく。今日は変態のコーナー読む時間ありませんのでこれで終わりにします。はい、ではこの後エンディングです。9年目に突入。イオシスヌルポ放送局は浮かれポンチなリスナーからのメッセージを浮かれポンチのヌルポメンバーが読み上げてどうにかするポンコツラジオ番組です。全世界からのヘッポコメッセージをしこたまお待ちしております。金曜夜9時ニコニコ生放送で公開録音してます。はいてない .com の各ラジオ番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ投稿をお待ちしております。はいてない .com の投稿フォームから普通歌やネタ投稿をたくさんお寄せください。募集内容について詳しくは各ラジオ番組の記事をチェックしてみてにゃー。投稿した自分のメッセージが読まれるとドキドキするよね。イオシスの CD やグッズはメロンブックス、虎の穴、秋葉王、アニメート、ゲーマーズなどの同人ショップとイオシスショップやたまにアマゾンなどの通販サイトで購入できます。この他即売会、ライブイベントでもゲットできます。レッツエンジョイショッピング。エンディングです。はい、6月でございますのでいろいろお知らせをします。お、まあ、ちなみに5月はいろんなことがありました ね、ピクピクントークライブ、うん、ビタードロップトークライブ、ヌルポー400回イベント、幽閉学祭、白麗神社例大祭終わりました。おお、悪魔のイベントもあったりとかするからこれだけに書かれてないのもたくさんありましたね5月はね。はい、いっぱいありだけです。これいっぱいありました。ありました。6月もいっぱいあります。ほう、6月8日に入れ込み北大のあれのあれです。学祭の中の即売会ですね。はい、まあ、はい、来てもいいんじゃないですか。 OB いっぱいいますからね。はい、6月9日金沢東宝祭1、はい、社長が行くそうです。はい、行くそうです。はい、これも行くそうです。はい、金沢の方と、そう、そっち行くので俺2レコメ行けません。あ、そっか。はいはい、はい、6月15日ピクピクントークライブ、昼の部夜の部、阿佐ヶ谷ロフト。はい、今オールナイトニッポンのゼロかな、3時からやってるパーソナリティのおなじみのノーゴットっていうバンドの団長さんが来てくれることになってて、うん、今もうなんか団長さんのチームとピクピクンチームのファンの方たちでチケットをどう取るかで揉めてます。
6月1日12時、うん、E プラスで発売開始の予定ですが、阿佐ヶ谷ロフトなので、うん、チケットはあの5万枚もありません。ありませんので、あのお早めにゲットしてください。無理じゃないですか。 お早めにって本当に0分、うん、0分で放送出てる時には売れてる可能性あります。ただあの一つ言うと、なんか入金がされなかった方とかキャンセルになった方とかのチケットを多分どっかでまとめて売ることもありますので、こちらの方はそれでお持ちくださいということですね。はい、はい、そして翌日なんだ、翌日6月16日スペシャルアニケン昼の部 in 阿佐ヶ谷ロフト。はい、この日はラブライブのライブがあります全然関係ないです。僕とガース落ちたんで、まあ、この日にもう向かせてイベントやろうって言った矢先にですね、パブリックビューイングがあることは分かってすごいがっくりでおなじみなんですけどあの阿佐ヶ谷ロフトでアニケンスペシャルアニケンのイベントあります。シンボリ部長とガース、そして私がですね、イベント、まあ、アニメのトークライブですね。なんかこういう風にアニメ見た方がいいよとか、こういうところ結構面白いよとか、こういうのを話したいと思います。あとその一応ガースと僕とシンボリさんで、まあ、自分の私物とか持ち寄ってなんかプレゼントとかしようかなと、アニメグッズとかしようかなと思ってます。ラブライブのブルーレイとか絶対あげませんよだって俺この日終わったらすぐ札幌移動ですからね。もうしんどいもんですよ。土日阿佐ヶ谷、土日阿佐ヶ谷で土曜日日曜日の最終便で札幌帰ってきて、翌日また映像撮影です。うわ、はい、ちなみに、6月16日、はい、札幌では東方カムイ祭、それからイオーパーボリューム5があります。おお、ね、16日はイベント3つあります。ありますあでもあのカムイ祭のアフターという形でイオーパーやるので、はい、まあ、あのカムイ祭行ってからイオーパーに来てください。そう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 、だからなんか昼間はカムイ祭に行って、うん、そのまま夕方から移動してプラスティックシアターで、はい、盛り上がると。そうそうそうです。ぜひお待ちしてます、うん。そして、はい、6月22日23日洞爺湖漫画アニメフェスタ2013、はい、洞爺湖です、北海道の洞爺湖です、はい、こちら22日は同人誌即売会の方にブースがあるのと露店、そこから23日は露店のみとなっております、はい、こっちあの悪魔チームと僕と悪魔チームで練り歩くチームもいれば、即売会チームもいるんですよね、社長ね。そうです、22日ね、はい、ぜひとも22です。遊びに来てください、はい、お待ちします。待ちしてます。23も行くんですけど人は少ないんで、はい、まあ、22に来てくれれば、うん、22の方がいいですね、はい、と思います、はい。で、なんならですね23日台湾でライブやってますので来てください23日、ACG ジェネレーションという東方プロジェクトのライブがであり、台湾台北であります。台北ですからね、山本Gモミダミミナミボイドアームツカツカが出演者で、私も台湾の方に行っております。委託自体すごいですね、国内か国外かそうそうそう、どんなあのサッカー選手の遺跡かでもねあれですよ、それこそ関空の近くに住んでる人であれば相当安く台北は来れますから、なんなら5000円とかできる。5000円まではいかないです、8000円とかそれぐらい。8000円でもだって、はい、それでも安いね往復2万とかできるわけですよ、ね、飛行機とか、あ、まあ、ホテルとか入れればね、いやもうちょっと頑張ればお待ちしております。ぜひぜひあの応援行ける方は行ってください、うん。そして6月はですね、6月30日広島東方野林祭4、はい、あります。あります。これハッピーアイスクリームで2万だったって何かと思ったら、うん、HIS だったねHIS って旅行会社の方だね。ハッピーアイスクリームの略称も HIS なんですけど、HIS ね、はい、はい、あります。あと7月の話なんですけど、はい、野球トークイベント昼の部イン阿佐ヶ谷ロフト、はい、7月21日またあの試合ない日にやりました、はい、あ、ちなみにそのだって広島 の、うん、あの野林祭の前の日にドリン祭ってイベントがあって、あの DJ イベントなんですけど、これに黒さんが出ます。あの黒さんが縦横無尽に歌うらしいです。なんかこう DJ の中をかき分けて、私黒なんだけどつって歌うはずですぜひ応援に行ってあげてください。あのシャレ抜きであの私黒なんだけどってできればいいんですけど、黒さん意外にあのイベント、あのライブの直前とか結構ビビってますのであの知った顔が1名でも2名でもいると黒さん結構あのやる気になってくれると思いますので、緊張ほぐれると思いますので、広島お近くの、うん、広島だから多分ね一緒に1回あるかないかと思うんですよ、ぶっちゃけ。広島でライブやるっていうのは即売会は可能性ありますけど、ライブはそんなにないと思いますんで、ぜひあの広島に お住まいの近くの方はですね、黒さんの応援に駆けつけていただけるとありがたいなと思います、うん、はい、よろしくお願いします、イベント以上でございました。みんなエースと参加しようとしますね
店主さん行っておいでよ、はい、ちなみに金沢は俺とアイコリンで行くんですけど、うん、確かね豚乙女さんとかがライブやるんですよ ね, すねアフターかなんかでやりますね、はい、そうだよね。なんか2つか3つかバンドが出るはずなんで、はい、うん、という感じですわ。はい、うん、お願いします、はい、そしてですね、久しぶりにちょっとちゃんと情報いろいろまとめてきましたよ。ありすぎるんですよね、多分。M3 の新作が3タイトルありましたね。はい、ありました。背徳のファンタスマゴリア、パンクイット東方、イオシスヒッツ、はい、パンクカバーズ、スターラーナーサリ。はい。で、例大祭もありまして、例大祭の新作はラフスケッチ東方ワークスと激おこメイガスとロキノン東方ボリューム2でした、うん。お求めください。はい。それからイオシスショップでも、いろいろありますので、はい、チェックしてください。おなしシャス。あともう、もう一個あります、はい、最近の各種のブログ等を見て いただければわかるんですけども、はい、一応まとめて言っておきますと、コナミさんのサウンドボルテックスで、この間例大祭で、プレイアブル出展されてましたけども、はい、アームの激おこスティックファイナリアリティプンプンマスタースパークと、ボイドアンチノミーとラフスケッチパワーオブバトルというのが、ボルテ2かなの方に入ることになっております。これ今後入んの、あの先行であの例大祭の現場でできただけじゃなくて、先行で遊べて後々遊べるんだ、はい、まあ2だと思いますけどね、きっとね。それはねいいですね、あの行けなかった方もね楽しみですね。まあ別に例大祭だけっていうことではないので、まあそうだよね、当然ね。そして、はい、教文札幌市教育文化会館、ね、狂言ラジオ体操楽曲 PV の制作ということで、ね、見ました皆さん、あれあれ見た本編知らないと面白いね、あれってね、あれ心配になるよね、あの映像の、うん、わかるふわふわした感じ、うん、でも多分知ってる人は爆笑だと思うね、きっと教文 OK 出してるからさ、きっと、はい、はい。そして、はい、スペシャルアニケンボリューム1はフューチャリング福原香織&アーム、はい、ありました、アルバム発売となっておりますので、うん、お求めください。ぜひゲットしてください。あとね、ショップでマリオ、メッセージでもありましたけども、ザ・アイドル Z か、はい、Z アルフィ、はい、Z アイドルマスターシンデレラマスター018アベナナ、はい、税込み700円、はい、歌トークアベナナ CV 三宅マリエ、作詞ユーノヨシミ、作編曲アームとなっております。こちらオリコンウィークリーランキング7位になっておりましたね。おお、いいね。デイリーで6位とかありましたけど、そうですね、まあ、最終的にはでも一桁っていうのはね、うちの記録ですね。いや嬉しいです。ありがとうございます。まあプロデューサーの皆さんが 2,3 枚買ってくれたおかげだと思いますね、はい、もう極端に言ってそれだけですね、はい、俺も2枚買いました。私も買いましたけど俺は買ってませんよ今リーダーにしてますけどね。買ってよ、俺は買ってよ最近やってないってゲームやってないんですよ。やってよラブライブ最近、ね、アイドル全部ウォッチ上げてさ、実は。あ、そう、もう、まあ、ラブライブ一本に絞ろうと思ってラブライブ一本にあ、そうですか、わかりました、はい。それから、イベントにも来てくれました台東、はい、グルーヴコースターゼロにおきまして、冬に稼働するアーケード版の楽曲を先行配信ということで、うん、アーケードパック2配信中でございます。アーム、ノーウェイアウトという曲と、ウノ、スターダストボックス、うん、それから CMYK さんとサンプリングマスターメガさんの4曲パックで450円となっております。全員買ってください。レベルがおかしいラインナップがおかしい、絶対おかしい。そのくくりに俺大喜び、うん、全然その流れ名前にアームとかウノとか入ってるの全然わかんない、意味がわからない。あのね、でもね、これアームさんもウノさんもあのガチ曲です。まあまあまあ、かっこいい曲なんです、うん、あのゲーム的にはそうですね。あとね、ゲームやり込んで私いるんですけども、はい、何回やってもいいし、どんどん曲がね頭に入ってきます、はあ、いいですこの曲、はあ、ぜひあのゲームの本体の方、グループコースターゼロの方は iOS の アプリとして無料で配布されておりますので、はい、曲だけ有料となっておりますので、はい、全員買ってください、全員買ってください、全員買ってください。はい、あとじゃあまだもうちょっと時間があるんで、あの、はい、宣伝を、はい、あれです、あのアニメフォトカノの、エンディングテーマのカップリングにあのプリプリプリティラビーっていうのがアームさんと私でやってるのが曲が、現在好評発売中です。それから、もう発表になりましたけども、フォトカノのキャラソン、こちらの方も、情報公開になっております。確か発売日は7月に入ってからだったかなと思っておりますが、ののかちゃんとですね、ののかちゃんは DWAT、それから、おっと、わっちゃん来ました。DWAT 来た。ちょうど、どんな曲ですか、ののかちゃん、どんな曲ですか。ののかちゃん、どんな曲ですか。すごいアコースティックで。マイクに全然入ってません。アコースティックだよ。聞いてるとかさ。全然聞いてない。
これですよ。すごいあのアコースティックで、アコースティックというかノリはいいんですけど、すごい、爽やかで可愛く明るく、数ちょっとなんとなく、なんでしょうね、切ない系のメロディーみたいな感じ。まあ、でもすげえいい曲なんで、ぜひ聴いてください。ストリングスとギターと、ベースとピアノのハーモニー。すげえまともだから。完成した？まともだから。メール待ってるんだけど。あ、本当。ありがとうございます。完成しました。あ、今できました。今完成しましたので。今できました。あの、無事にリリースできると思います。そばやか。皆さんお待ちお待ちお待ちだけ。大丈夫なの？あとあのあれ、イオシス担当局としては他にもあの写真部の内田さん。内田さんの曲も、私とアームさんで、やっていただきましたので、こちらの方もしよろしければゲットしてください。そしてすでにもうゲットしてる方がいらっしゃ、情報をゲットされてる方いらっしゃると思うんですけど、ゆりゆりの、キャラソン集が出ます。来月6月に出るはずです。あ、もう6月か、うん、6月に出るはずです。詳しくは公式ホームページゲットしてるんですけど、初回限定版であのアッカリンが透明になっているのがついているやつとかあったりとかしますので。どういうこと？あのね、あのフィギュアなんですけどフィギュアでフィギュアですけど、あっかりの顔だけちょっと目が描いて、あと全部透けてるっていうスケルトンもあのね、出てますね、あれね、はい、出てますので、もしよろしければそちらの方もゲットしてください。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。誰を？あとさっきもちょっと話しましたけど、ミュージックカード、こちらの方も時間ないんであれですけど、ヨシショップで扱ってます。逆だな、まあいいか。もしよかったらゲットしてください。詳しくはあのダウンロードコードが書いてますので、イオパのカードが多分一番今人気があって売れててですね、ミシュル曲いっぱい入ってますし、宇野くんのカードも結構ミシュル曲とかが入ってます。他の3作はあの CD がもうないんですけどね、記念としてあのダウンロードするときにカードもあればいいなってことで作りましたので。まだあるんじゃない？ CD は。あとね、こっちはあるけどこの2つはもうほとんどない。ああ、そっかそっか、うん、あの枚数少ないんで、うん、もしよろしければこっちとかあっちとかラジオなんですけど。ああ、そっかそっか。まあ、カードいっぱいあります。イオシショップ来てください。はい、3分残り、はい、閉めます閉めますか。はい、あ、イオパの宣伝やっぱ、はい、言いました。6月16日、多分16時とか15時とかそのぐらいだと思います。プラスティックシアターで、札幌プラスティックシアターで、やります。東方カムイ祭の後です。はい、はい、当日あのマイル券とかありませんので、当日ビャッと来てもらえれば入れます。はい、ビールくずになってください。お待ちしまーす。はい、以上でございます。はい、締めましょう。403回放送、6月4日ヌルポ放送局でした。お送りしたのはイオシスの拓也と博士と社長と、また来週お会いしましょう。さよなら。この放送はイオシスの提供でお送りしました。まだメール書いてない。はい、ふう延長してありますので。ああ、もう延長しました。大丈夫ですか。もう日付変わりますからね。もう帰りましょう。もう帰りましょう。はい、まだ回ってますけど、とりあえず回ってますよ。あの日に関してはあのトゥーミックスとそれだけでもらって OK だったらあれですからね。あのジャーマネの好きなトゥーミックスじゃないですからね。とりあえずはとりあえず後でまたもらいます。パラデータ、はい、さすがあのラジオ記事が ありがとうございます。ああ、そう、忘れてた。6月末にあのコアックマックマの誕生日会に出ます。あ、そうだですね、6月28日ですね。はい、あれ明日の俺もお手伝い行こうと思って。輸出ショップを要チェックしておけばよろしいか。よろしいです。はい、あのそうね、だからアックマコアックマでちょっと演奏するかもしれなくて、今調整中なんです。尺八ブオーブオープオープオープオー違うな、うん、なんかすごいの出た。獅子王として押したつもりだったんだけど、なんかね、あれだったんですよね。あの今まだ調整中なんですけど、はい、まあ、当然フルバンドは難しいので、なんかちょっと楽器系使えたらいいなみたいな話はちょっと今あの悪魔チームとかと話してますので、あ、誕生日会行ける方は、そちらの方でご参加してください。札幌です。札幌ですからね。札幌の方ぜひ来てください。お願いします。終わりましょう。次回、6月10日の収録予定してます。あの月曜日戻そうと思って、はい、月曜日の、ね、
6月10日月曜日の20時からを予定しておりますので、はい、ごめんなさい、俺いないと思うんですけど、可能な方お付き合いください、はい、すいません、あっしゃっす、あっしゃっす、このうちは気になる方はあの即売会に来ればゲットできるかもしれません。うん、Uショップではつけないことになりましたので、はい、あそう、うん、確認しました。あのこのサイズがね、いいサイズがないんだって、送れるやつの、うん、だから、即売会でぜひともゲットしてください、はい、金沢、それから札幌、うん、そして、月末広島かでゲットできます。台湾は、台湾はありません。台湾はない。ちょっと台湾はちょっと手荷物の関係上、ちょっと台湾はちょっと避けた方がいいと思いますので、うん、よろしくよろしくお願いします。いつかさんがそろそろ来て宣伝をしてもおかしくないですね。奈良さん、いつかさん、あれ、え、ごめん、俺の代わりにこんな豪華なゲスト呼んでんの、俺が知らない間に。奈良さん結構ちょいちょい来てもらってます。奈良さんだとね、あのマスクマンがいるじゃん、あのごっちゃん、ごっちゃん、ごっちゃん、ごっちゃんとね、米粒さんっていうのいますよ。え、米粒さん知らない、いるんだ。米粒さんは1回来ましたね。あ、ほんと、なんかいいね、なんか俺が知らないね、そんな豪華ゲストがいっぱい来て、なんか羨ましいですね、うん、一度に関して飲み会か飲み会やるか、業界関係者呼んで、ビール園あるし、札幌で、うん、うん、ちょっとやるか、奈良さんとか、ビール園じゃないや、ビアガーデン、ビール園って、ビール園の方がいいな、ビアガーデン混んでんだもん、だって全然飲めないし、まあね、で10時ぐらい閉まっちゃうしょ。そういえばジンパやる、そういえば、うん、ああジンパね、うん、そういえば、そう、いや、米粒さんの仮面で思い出した。ヌルポのイベントで俺がつけてたあの白い髪の長い、はいはいはい、あの安いウィッグは、うん、あれです。昔あの宇宙人とペスが出てた PV の あの白い宇宙人がいたじゃないですか。中身俺ですけど、あれの時のウィッグですわ、あれ。あ、そうなんだ。あの曲の作詞俺。そうか。そう、俺。そうだそうだ。俺です。あれか、懐かしい、懐かしいですね。あれ、もうあれ使うことないな、多分もう捨てるかなあげてきてもよかったのね、この前の時。あ、そっか、あの時ヌルポイベントあげればよかった、うん、そうだったね。そうだコスプレイヤーか、そうか、俺コスプレイヤーだったのか。結構独自の路線を行っているコスプレイヤー、ね、何のキャラ、オリ、うん、キャラオリキャラってか、目玉の親父単なるコスプレじゃないじゃん、それただ変装が好きな人だけじゃん、まあね、まあね、ただの変態です、うん、変態です。あ、そろそろ、うん、そろそろあの私は終電がありますので、はい、あ、ありました、そろそろ帰ります、はい、はい随時解散で、うん、流れ解散でプレゼントするか。じゃあお疲れ様でした、はい、あ、そうだ、ね、欲しいんですか本当に。ちょっとまた来週また相談しよう、はい、社長はログアウトで、じゃあまた、そう、あのプレゼントで思い出した、あの、はい、いろんなねゴミがね溜まってきたんです。ほうほう、だからプレゼントしよう。ここであげる、ここであげよう。わかりました。どうしようか。どうやって当てたらいいか考えといて。だから投稿フォームに入れてくればいいでしょ。プレゼントのコーナー。じゃあプレゼントのコーナーに。そっか、じゃあ社長がどのコスプレすればいいかっていうのじゃ。あと1個ゴミじゃないわ。へえ。重要な、重要な今落とした。ダメじゃん。これをあげてもいいという噂を聞いた。あ、これあげちゃダメです、あげちゃダメです。え、ダメなの？これダメです、ダメです。これはあげれません。これね、結構あれなんですよ。何でしょう。結構取り扱い微妙なんで。メールくれた？はい。あれはね、あげたいんだけど、結構ね、あげるイベント決めてんですよ。じゃあいいです。はい。やってます。じゃあ渡辺君座ってもらって、僕の代わりに俺ちょっとメール書くわ。約束した時間がもうすでに3分過ぎてるから、ね、3分今日中に送りますって。じゃあネルポのですねプレゼントコーナー宛てに何を書いてきてもらえますか。はい、全然時間過ぎちゃったプレゼントを欲しい人に何か一言書いてもらうんですけど、何を書いてもらったらいいですかね。レッドブルが欲しいので、レッドブル兵庫かなんかを書いてもらったらいいんじゃないですか1日に2缶飲むなとか、そういうなんか投稿フォームがないって意見あるよ。あ、出てないあれですからね。なんか今日気づいたら、あのナチュラルにもう2缶3缶ぐらい飲んでましたしんどい、そろそろしんどいかな。あのね、生放送の中のプレゼント、あ、出てませんね。出します。おやおや、出たはず。あ、なんで消しちゃったんだろう俺。これダメじゃん。
ヌルポ放送局プレゼント応募っていうコーナーありますので、こちらに、デッドブル標語を書いてご見くださいということで。デッドブル標語っていうのはあれですよね、多分なんかそのエナジードリンク標語とかの方がいいんじゃないですか。デッドブルでいいんじゃない。デッドブルでいいか、大して変わんないじゃん。はい。まずこちらボディとかありかな、最新のゴミ、はい、よいしょ、カメラをもらおう。あれ48だったっけ。4824か、4424じゃなくて4824か。よいしょ、48じゃない、48だっけ。いつも48出してる。あ、本当。今度動画出しますけども、いいや、クラマを送ろう。スカイツリー天丼ストラップ。あ、これ俺の方あげてもよかったのに。2個あります。2個。あ、社長のそれ。社長はね、社長がもらいました。あ、じゃあ2個、はい。スカイツリー天丼ストラップ、これね、上村さんね、食べてきました。美味しかったね。こちらと続いて、可愛いものはない。可愛いものはあんまりないですよ。これ可愛いね。これかな、これフランセスカだ。札幌市教育文化会館マスコットキャラクターコネクート君のメモ帳。おっと、メモ帳裏にね、謎の36番という番号が書いてあります。どういうことそれ大丈夫だ。わかりません、何の番号なのか知りませんけど、こちらと整理番号でしょうそれ。あとなんかこの辺になぜか転がっていたあのフランチェスカのカードと、カードなんだ、なんか転がっていたフランチェスカのポストカードと、物多くないですか、ね、さすがゴミですね。転がってる中が何なのかわからないガチャのなんかと、おー、あと何、あ、これすごい、これあれ、これ出していいのかな、それ、何、それ、あー、それダメだ、ダメじゃない、それダメじゃない、それなんかシャレでもらったやつだから、これこうだろう、それだってシャレだから。いや別にいいんだけど、忘れてもらったもの、まあやめようか、うん。あとね、あ、まだまだあった、フランチェスカのカードまだあった。あ、これは何なんだ、なんでか知らないけど、ある名古屋魅力発信ショップメモ帳、これ誰かからもらったのかな、覚えてない。名古屋の名古屋の名古屋の宇宙食いっぱいあんじゃん。宇宙食はね、もらったやつなんであげないんですけどなぜか入っているチロちゃん缶バッチなぜここに入ってんだろう。あとね、あと空気差し上げます。これはそれも宇宙食です。宇宙食すごい。ここに三国志大戦のカードゲームがありますね。これいる、あのワットちゃんに5のやつをあげたんだけど、5のやつもらった。5天栗さんか。はいはい、こんなもんです。これはちゃんと空なんかよくわかんない。空出たよしいて。持ちとかあるけど。次じゃないんだけど。はい。後で多分これで、OK、はい、以上となっております。まあ大したもんないですね。これでも欲しければお寄せください。ここにあるカンカンもなんなんですか。宇宙のパンです。宇宙パン？なんか宇宙食勧められてんだよね。へえ。これねもらったからあげない。これはちょっと中身聞いてないけど、これ MP3 じゃないよね。そんなわけない。入ってないよね。いや、確認してないんだけど、このまま送ろうかな。博士、宇宙食食べる？あ、大丈夫ね。はい。バニラアイスとかあるよ。バニラアイス食べる？これ開けてみるか。これさ、どうやって食べるの？よし、開けるよ。何が入ってるんだろう。これ開けると中から窒素が漏れ出てくるとかそういうことない？窒素か窒素だったら心配ないじゃない普通ですね。じゃあバニラアイス、中からこういうものが出てきました。個包装が、個包装がありますな。そしてこれも開けると、これを開けると開けねばならん。わぁ、何これ、豆腐みたいなものかと思ってた。え、なんだこれ、ゴーゴー、あ、そんなのか、音だけつけたけど、なんでもない。どういうこと？これバニラ？バニラアイス。香り食べてごらん。食べてごらん。あ、でもバニラの香りする。ものすごい強い。これ水かなんかを含ませるとかじゃないの？いや、そのままですね。食べても良いじゃん。はい、食べてください。いただきまーす。なんかちょうどよく割れてるんで、はい、一口サイズで。バニラアイス。これか。
バニラのバニラの匂いがする。いただきます。バニラアイスだ。これはバニラアイスですね。博士、バニラアイス。マジで？これはバニラアイスです。嘘。冷たくないだけでバニラアイスです。そんな俺が騙されると思ってんのこれ。ほらほらほら。ほら来たよ。そんな。美味しい。すごいね。バカじゃないの考えないっす。何に使うのこれ。宇宙食だって書いてるでしょ。宇宙でバニラアイス食うなんか考えられなくね。これだからそのゲートを使ってバニラアイスにしたんじゃないの。宇宙人食って宇宙人バニラアイスぐらい、バニラアイスぐらいはありなんじゃないの。だって向こうも人間だからさ、デザート欲しいとかあるじゃん。そんなワットちゃんじゃないんだよ。そんなパイの実入ってれば喜ぶとかそういうわけじゃないんだよ。ワットちゃんバニラアイスだよ。バニラ、いい大人が。バニラアイス、あなたバニラアイス食べないの。自分の父親があんま食べてるイメージがないから。あ、そう。でもそっか、あ、長期滞在するときは大事な食料だって。そうだよ。そうか、ごめん、宇宙、調子乗っちゃった。宇宙飛行士とかすごい環境ですごい滞在するんだから、こういう、ね、デザートみたいなものないとね。そうだね、食も大事でしょ。これ冷やすのかな、ちなみに。うん、なんかでもあのアイスクリームですって言ってこの常温感ちょっと半端ないよね、なんかね。辛いね。いや、辛い、辛い、辛い。美味しい。なんか、駄菓子とかにありそう、こういう。あの、高級な駄菓子だね。うん。すごい技術使って作られてる駄菓子って感じするよね。うん、なんでこのとこで使っちゃったんですね。いやいやいや。美味しい。これ、じゃこれしか取れない。笑っちゃうね、これ。うん。わかりました。これ、どっかで買えるの？買えるんじゃない？どっかで買えなかったらここになぜあるの。まあそうなんだけどさ。盗んでるんでしょうね、うん、どこで買えるのかな。こういうのネットで買えるんじゃないですか。宇宙食、宇宙食屋さん、スペースなんたら館って買えるんじゃないですかね。宇宙食、はい。ということでこの宇宙食以外のね、いろいろなものを皆さんにプレゼントいたします。このひとときはやべだったけど。そう、このひとときは何だったんですかね。はい、投稿フォームから送ってください。あ、まだあった、あ、まだ結構あんじゃん、こちら多分知られて、博士なんて言うのこれ。ドゥドゥグタンドゥングドゥングンドゥヤンニンでしょ。なんて言うのこれ。知らない。確かね、ベトナムで買ってきた CD あった。これ、あの DWAT に DJ で使ってよって聞いたら拒否された。いや、でも、まだ聞いてない、ね。開いてないからね。開いてないですから、ね。開いてない。でも、全然読めないんだよな、これ、うん。どうやったら、いや、どうやったらもう入ってくれもない。うん、iTunes に取り込めないんだけど。あとね、こちら。おこれはすごそう。5年ぐらい前に買ってきた台湾の CD。ベスト版っぽいよ。ベスト版です。うん、一向に読めませんけども、なんと CD が3枚、これでも全39トラック、英語で書いていますよ。これそうですね、エッセンシャルラブソングスみたいな。タイアイエローリボンラウンドザオレオークツリー。うん、分かったような分かんないような。オークツリー、オークツリー歌詞2曲目 All I have to do is dream。分かったような分かんないよ、僕がしなくちゃいけないのは寝る子。それも DJ で使ってください。あ、はい。これね、あのプレゼントします。これいいな、なんか多分台湾語ですよ、これ。すごい、タイアイエローリボンラウンザオールオー。生放送のプレゼントの投稿コーナーってついてましたね。へえ、生放送のプレゼントオーバー表示されてないはずですね。ネルポ放送局の下のプレゼント応募に送ってください。さもなくば私は見えません。はい、すごい、タニタニの朝までワンセグっていうコーナーあるよ。これ後で綺麗に消しとかないとね。
スポナルパ F1 兵庫とかさ、今もらってた。あと、悪魔、小悪魔、ニックマの不登とは読んでないし、ね、全くね。あれ、なんでこれ表示されてんの、おかしいな。直さないとダメしてます。あ、今直します、直します。エトセトラあります、まず。タクヤ長、はい、これ、衝撃の事実が。なんですか、これ、もしかしてあれじゃないですか、洋楽のコンピレーションじゃないですか。あ、そうなんだ。へぇ、シンディ・ローパーとか普通に書いてるよ。あ、表示されてないっすね。サイモン&ガーファンクルとか。ああ、一人組高井さんは、あ、ヨシスさん、インサンプロジェクトのお便りも募集されてますね。そうなんだ。普通オーター残ってますけど。さあ、僕トイレ行きますね。もう、僕は上がります。もう終わりましょう。じゃあ、ワンちゃんとよろしく。あ、これ閉めますもん。終わり。閉めましょう。はい。終わります。ヨパ来てね。ヨパ来てね。まだ2週間後だけど。じゃあまた皆さんよろしく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ。6月16日です。よろしくお願いします。6月14日、ヨパボリューム5。すげえ、歯が